ゼリダ三種書物外序文。それゆえにこれは一冊の書物ではなかったということになろう。さらに見かけに反して三つの子論からなる論文集などではなおさらのことないであろう。そんな論文集であったとしたら、ことの後でその工程を再認し、連続性を思い返したり、法則を導出し、そうした機会に要求される必要さでもって概念や意味を堅持するときがやってきたであろうが、作法、コード通りによく考えて書いたものだとか、即興的に書いたものだとか、そういうふりをするのもやめよう。以下のテキスト群の配合、アジャンスマンは別種のものであり、それらを紹介すること、プレザンテ、厳選させることがここでの私の意図なのではない。ここで、問いが揺れ動くのはまさしく紹介、厳選化、プレゼンテーションについてなのだ。書物という形式が周知のように今や全面的な騒乱に委ねられているのだとすれば、そしてそれがかつてなく不自然なものに見え、その歴史がかつてなく不透明なものに見えるのだとすれば、そしてあらゆることに手をつけずに書物という形式に手をつけることはできないのだとすれば、書物という形式はこの形式を実践において問いただすことで改定しなければならないあれこれのエクリチュールのプロセスを、例えばここでもはや規制する術を知らないだろう。今日至るところで保存されたな、すなわち古名についての問いを新規巻き直しで練り上げる必要が生じるのはまさにこのためである。どうして古くからの名を一定期間保持しなければならないのか。どうして記憶によって新しい意味、概念、対象の諸効果を緩和しなければならないのか。問いがこのような用語で提示されてしまうと、すでに問いは今や解明されるに至った諸前提のシステムの中に巻き込まれていることになるだろう。例えばこの場合で言えば、納期、シニフィアンが、それの概念に対して単純に外部にあるというような前提にである。したがって別用にことを進めなくてはならない。はじめ直そう。いくつかの例、すなわちすでに文学から、この名のもとで常に考えられ、意味されてきたものから、自らを引き抜いているものを、あるいは単に文学から身をそらすばかりか、それを容赦なく破壊しているものを、どうして文学という名が依然として指しているというのか。問いがこのような用語で提示されてしまうと、問いはすでに、ある先行値の保証の中に巻き込まれていることになるだろう。すなわち、この名のもとで常に考えられ意味されてきたものとは、根本的に見たとき同質で一義的で葛藤なきものだろうか。また別の例、とするとこのものを書物に変えたり、哲学の脱構築をなおも一個の哲学言説にしたりする引用符、見えたり見えなかったりする引用符に、どのような歴史的かと戦略的な機能を割り当てるべきか。二重表記のこの構造、二項対立の中で捉えられた。すなわちそこから借用されつつもそこに閉じ込められた一個の用語は自らの古い名を保持するが、それは党の対立を解体するためであって、もはや対立に完全に帰属するわけではなく、また対立の歴史が序列形成のやむことのない闘争の歴史である以上、そもそもこの対立に屈することなど決してないだろうという構造は、ここに集められたテキストたちがその中を行き交う場全体に働きかける。またこの構造はその場の中で働きかけられてもいる。すなわち、各概念は脱構築されるシステムのうちに一つ、外に一つ、相似た二つの表記、同一性なき反復を必然的に受けているのであって、この規則は二重の読解と二重のエクリチュールを生み出さなければならない。潮時になれば明らかになるだろうが、それは二重の学を生み出さなければならないのだ。どのような概念、な、納期、シニフィアンであっても、この構造から逃れることはできない。我々は以下で次のことを強制する方を規定しようと思う。ここに挙げるのは一例であるが、それは哲学、科学、文学等の領野をごく最近組み替えつつある理論の全面的改鋳のことを考慮している。すなわち、エクリチュールとパロールとの間の、エクリチュールとそれ以外の全てのもののシステム、関連論、有心論、音声中心主義、何よりもまずロゴス中心主義といったシステムとの間の、序列化された伝統的対立を批判し、脱構築し、こじ開けるもの、これをエクリチュールと名付けるように強制する方、プラクシス・テオリアという哲学的対立を機能不全に陥らせ、もはやヘーゲル的否定性の過程に従って使用されるがままにならないもの。これを働き、労働、あるいは実践と名付けるように強制する方。意識の対照的な因果、ネガや潜在的な貯蔵庫であった試しのないもの。これを無意識と名付けるように強制する方。近年の理論上の成果や哲学の脱構築のことを少しでも考慮に入れてみるなら、もはや人を安心させる形式など持つべきもないあの古典的対立の外部、これを物質と名付けるように強制する方。もはやこの外部は支持対象、少なくとも一般的テキスト性のシステムに先立ち、その外部にあるような実在的事物、実在的原因と考えられた支持対象の形式も持たなければ、いかなる様態における厳然性、意味、本質、現実存在、
客体的なものであれ、主体的なものであれ、形式すなわち現れ、内容実体といって完成的厳然性ないし、英知的厳然性の形式も持たず、また基礎づけたり全体化する原理の形式も、さらには最終神経の形式も持たない。要するにエクリチュール、あらゆる初期、シニフェを、示唆的痕跡の状況における運動の連鎖を停止させるようなあのテキスト外、私が以前超越論的初期、シニフェという概念を当てたあのテキスト外という形式を持って一切持たないのである。左辺、ディファランスもまた同じ問題領域において、ある経済、エコノミーを指し示していた。すなわち外部の根本的達成あるいは絶対的外部性を哲学的諸対立のすなわち差異ある者たちあるいは差異の領域領野に闘争的で序列化する閉じた領野に関係づけるあの経済戦争の経済を自らの表記と同時に消失をすなわち自らの不可能性の余白をある関係に従って含意する痕跡の経済的エコノミックなる運動道と他のいかなる詩弁的スペキュラティブ投機的弁証法もそれが闘技の操作にとどまるという、まさにその理由のために、この関係を闘技することはできない。古い名を働かせたり、さらにそれを流通させておくことには、確かにある危険がつきまとうだろう。すなわち、脱構築されて、あるいは脱構築されつつあるシステムの中に居座ったり、さらにはそのシステムの中へ対抗してしまう危険が、そしてこの危険を否定することは、それだけですでにその危険を確証してしまうことだろう。すなわち、納期、シニフィアン、ここではな、を、概念の慣習的な事態だとか、特段の効果のない情報とみなすことになるだろう。そうすると意味の自律性だとか、概念の理論的抽象的歴史のイデア的純粋さとかが主張されることになるだろう。しかし逆にこれまでの表記をさっさとお払い箱にして単純な虚釈で号令一家、古典的諸対立の外側へ移行しようとすることもきりのない否定侵略に陥る危険がある。だがそればかりではない。そうすることは古典的諸対立が所有のシステムではないということ。すなわち、無歴史的で完全に同質的な一覧表のごときのものではなく、むしろ序列を生み出す非対照的な空間なのだということを忘れてしまうことである。この空間は様々な力によって横切られ、自らが抑圧する、すなわち追放する、同じことだが、自らの契機の一つとして内化する外部によって、自らの兵器の中で働きかけられている。だからこそ脱構築は転覆の局面を不可欠なものとして含んでいるのだ。転覆にとどまることは確かに破壊すべきシステムの内在性において操作することである。しかしもっと先に行こうとして、もっと急進的あるいはもっと大胆であろうとして、古典的諸対立に対して中立を決め込む無関心の期待にとどまるならば、場を実際に歴史において支配する勢力にやりたい放題させることになるだろう。それでは介入する手段を奪取できずに、規制の勢力バランスを確認することになる。したがって以上の2つの操作は調子を狂わせるある種のシムル、共にの中で、ある集合的運動、なるほど、一貫していても分裂し、さえ付けられ、相乗になった運動の中でなされなくてはならない。二つの操作の間の隔たりは開いたままでなければならず、絶えず表記され表記し直されるがままになるのでなければならない。それを言ってみれば、この操作に参加する各テクストは必然的に不均質であって、この隔たりをただ一つの点に、さらにはただ一つの名のもとに要約することは不可能であるということだ。ここではもはや責任や個体性、分割不可能性といった価値が支配することはできない。これが三種の第一の効果である。形状学的概念といったものは存在しない。形状学的なといったものもない。形状学的なものとはある種の限定、連鎖の方向づけられた運動である。それに対立させるのは概念ではなく、テクストの働きであり別の連鎖運動である。このことを思い起こすなら、この問題系の展開を別のところで抽出した左辺の運動を含意することになるだろう。左辺運動は生産的かつ葛藤的な運動であって、いかなる同一性、統一性、根源的単一性にも先立たれ得ないし、いかなる哲学的弁証法によっても使用されたり解消されたり和らげられることもない。それは差異ある者たちの間の対立ないし差異、性的区別を実践において、歴史において、テキストにおいて解体するのである。これが一個の序文であるならば、脱構築、すなわちそれがなかったら経験主義的で断片的な漠然とした批判の意思しか、つまりは形而上学のまがごとなき確証しかなくなってしまうであろう。可能戦略の一般的な理論と実践を今一度語り予告するところだろう。すでに書かれてしまったものの概念上の意味内容。本書の場合は原点的経済を一般的経済の中に書き込み直す、あの、合目的性なき奇妙な戦略、テロスないし、エスカトンの組織的機能不全のことが、未来形で述べられるところだ。あなた方読者は今からこうしたことを読むのです。つまり、すでに書かれてしまったものは、その意味内容において結集され、前もって提示されるうるほど十分に読まれてしまったものでもあるわけだ。言わんとすることを自己的に編成し直す全文にとって、本文は一つの書かれ済みのもの、
一つの過去であり、この書かれ済みのものを現在、プレザンという偽りの外見の中で、全能の隠れた作者が自分の生産物を完全に投与しつつ、読者にその未来として提示するプレザント、現前現在させるというわけだ。ほら、これが私が書き読んだものです。そしてあなた方読者がこれから読むと私が書くものなのです。それを読み終わった後で、あなた方は序文を改めて手に入れることができるでしょう。結局のところ、あなた方はまだこの序文を読んでいないのです。序文を読んだことであなた方読者はそれに続くすべてのもの、読むのをほとんど省くことができるかもしれないすべてのものを、すでに先取りしたのではありますが、序文、プレフェイスの序、プレは未来を、現在イコール現前、プレザン、たらしめ、再現、表彰、ルプレゼンテするのであり、未来を近づき、未来を吸い込むのであり、未来に先行しつつも未来を先に置くのだ。未来は明白な現在性イコール現前性の形式に還元されるわけである。本質的だが、笑うべき操作だ。その理由は単にエクリチョールがこれらの時間、現在及び変容された現在としての過去や未来の、いずれにも収まらないからだというだけではない。またこの操作が言わんとすることの建設効果に軸を制限しているからというだけでもない。そればかりでなく、この操作が、たった一つの次第的革新、たった一つの指導的定義を抽出することによって、ここで開始されているテキスト上の転移を無に帰してしまうからである。ここでどこで、この問いも三種の中ではっきりと舞台に乗せられる。実際そうすることが正当であればだが、今から早速次のように主張しなければならないところだ。すなわち三種の中に書き込まれている諸々のテーゼのうちの一つ、テーゼは一つではないとは、そのものとしてのテキスト、意味、内容、テーゼ、主題といった効果に還元することは不可能であるという、まさにこのことなのだ、と。いや、多分それは不可能性ではない。なぜなら普通にそれはなされているんだから。むしろそれはそうした還元になじまず、なすがままにならないエクルチュールの抵抗、レジスタンス。我々はこれを残酷、レスタンスと呼ぼう。である。したがってこれは序文ではない。少なくとも人が序文ということで、提出した初期、シニフェのまとまった一覧表、法典、コード、要約といったもの、さらには主要単語や固有名のインデックスのことを考えるのなら、しかし序文たちは何をしているのか、その論理はもっと驚くべきものなのではないか、いつの日か序文の歴史と類型を作り直す必要があるのではないか、序文たちは一つの類、ジャンルを形成するだろうか、それらは何がしか共通の述語の必然性に従って一つの類に集め直されるだろうか、それともまあ別の仕方でそれ自身において分かたれているのだろうか。こうした問いに答えは出ないだろう。少なくとも最終的な宣言という要体では。だが道すがら一個のプロトコルが序文の気がかりな、プレオキパンテ、先回りする席を引き取ってしまっているだろう。オーラレプリス。この全未来系を破壊しながら、そうは言ってもこのプロトコルもすでに表彰、再現前科の中に固定されているとこだわる人に対しては、プロトコルは台本によって幾分複雑となった魔法のメモ帳、魔法的魂の構造を持つとあらかじめ言っておこう。序文、またそればかりでなく、前文、序論、前言、前置き、助言、プロローグ、プロレガメアなどは、すでにそれら自身の消去を目指して書かれてきたように思われる。序、プレ、提示、厳然化し先行するもの、あるいはむしろ、提示的、厳然的生産を先回りするもの、そしてまだ見えないものを眼前に置くために語り、予言し前もって実践しなければならないものの、境界イコール限界、リミットに到達したならば、その予定は終端において自らを無にしなければならない。だがこの抜け去りは消去の表記を残す。すなわち後続の本文、テキストに付け加わりながらも、もはやそこに完全には要約されるがままにならない残余を残す。してみると序文の操作は矛盾しているように見えるし、序文に向けられる利害関心も持たそうである。しかし序文というものは実存する、エキジスト、外に立つのだろうか。一方ではこれは論理そのものである。このエクリチュールの残余はそれが予告する内容の展開に先行し外部であり続ける。自己自身を提示する、厳然させる能力を持つはずのものに先立つこの残余は中身のない外皮、形式的なクズとして、無味乾燥さのあるいは無駄話の契機として、時にはその両方として失墜する。かくしてヘーゲルは最終的に論理学のものでしかありえない観点から序文に失格を宣告する。哲学的序述はその本質として序文なしで済ませられるし、序文なしで済ませるべきなのである。それこそが経験的言説、エッセイ、談話論争や哲学の個別部門から、また数学的であれ経験的であれ、諸々の特殊科学から哲学の序述を区別するものである。ヘーゲルは彼の論考を開くいくつもの前言、各班の序文、序論等において、踏むことなく必要にこの点に言及する。精神の現象学の序論は感覚的革新への批判と現象性の起源等を循環的に先取りして論じる部分であるが、その序論が現出しつつある知の提示、
を予告するまさにその前に、一個の序文が先回りして、それ自身の前言としての身分について、我々に警戒せよと告げる。著作に先立つ序文において、普通著者は、自分が立てた目標、その著書を書くに至ったきっかけ、そして同じ主題に書かれた過去の、また同時代の論文と自著との関係について、自分の見解を説明することになっている。哲学的著作の場合、このような釈明は単に余計であるだけでなく、哲学的探求の本性にそぐわず、不適切であるように思われる。実際、序文の中で哲学について言われるべきあらゆること、方針、観点、内容全般、成果などについての歴史的外観、真理についての散漫の命題や根拠薄弱な主張の連なり、こうしたことはすべて哲学の叙述方式としては何の価値も持ち得ないであろう。加えて哲学は本質的に特殊を自己のうちに包含する普遍性の脅威、エレメントのうちにあるのだから。他の学問以上に、目標と最終結果においてこそ、事象そのものがその完全な本質において表現されていると考えられる。この本質とは対照的に、叙述は本来非本質的なものでなければならない。ジャン・イポリット訳。つまり、哲学書の序文は学知の戸口、水油で息切れするわけである。それは無駄話の場所であって、この無駄話はそれが語るつもりの内容に対して外部にある。このような裏話のおしゃべりは事象そのもの、ここでは概念のこと、すなわち普遍性の脅威の中で自己自身を思考し生産する思考の意味のことを、特殊で有限の対象の形式に還元してしまう。すなわち経験的記述である数学的学問である限定された知がそれ自身の過程において自発的に生み出すことのできない対象。従って外部から導入せざるを得ない対象。前もって与えられたものとして定義せざるを得ない対象の形式に還元してしまう。反対に、例えば解剖学、生命の生きた連環の外で構成された身体の各部位についての認識の一般的理念においては、事象そのもの、つまりこの学の内容はまだ所有されておらず、さらに個別の事柄が注意深く考察されねばならないと承知されている。その上、当然ながら学の名を持たないこのような知識の寄せ集めにおいては、目標とかその分野の一般的な事柄に関するおしゃべりは、内容そのもの、つまり神経、筋肉等々が語られる際の全く歴史的で概念的でないやり方として、さっき出して違いがない。それに反して哲学の場合、そうしたやり方では真理を把握することはできないと自分で宣言しておきながら、にもかかわらずそんなやり方を採用するとしたら全く違った事態に陥るだろう。したがって哲学テキストへのこの序文が、哲学である限りの哲学テキストに序文は不要であり、可能ですらないと我々に説いているわけである。してみればこの序文は果たして成り立つ場を持つのだろうか。成り立つ場を持つとすればどこにか。この序文の因果、否定体はどのようにして自己を消し去るのか。どんな要点に従ってあらかじめ実定するに至るのか。否定の否定だろうか。否認だろうか。自己への自己自身の提示イコール厳然化、プレゼンタシオンであり、自らの叙述の訓知状態そのものである哲学的過程の中に、この序文は停泊したままであるのか。知が学であることの内的必然性は知の本性に損しており、この点に関する満足のいく説明は哲学そのものの形事、厳然化、プレザンティオン、タシオンと一体である。それともプロローグは自身の彼方にあるのであって、プロローグの前に身を置く運動の中に、すなわち本当は真理においてはプロローグに先立つからこそ、プロローグに後続するように見える運動の中にすでに運び去られているのだろうか。序文は哲学自身による哲学の形事で厳然化の中で、概念の自己生産と自己規定の中で否定されていると同時に内化されているのではないか。しかし、ひとたび書き込まれ、織り上げられたプロレゴメナから、哲学的提示の途中でもはや使用されるがままにならない何かが残るとしたら、それは必然的に再断層、落下の形態を取るためだろうか。そしてこの再断層、落下は、再断くず、落下の形式体を取るためだろうか。そしてこの祭壇くず、落下とはどのようなものか。それを哲学的本質性の廃棄物としてではなく別の仕方で読むことはできないだろうか。もちろんそれを哲学的本質性から再び引き上げる、使用するためではなく別の仕方でそれを考慮することを学ぶためにできるのだ。ヘーゲルは自分が言わんとすることを超えて書いているのであり、序文の各ページは自分自身から剥離し、直ちに自己分裂するのだ。つまり異種交配あるいは二面性なのだ。三種は固有の身体なき移植及び正面なき斜面に関する理論と実践等を一般化する。不可能であると同時に不可避でもある序文を告発するためにヘーゲルが書かざるを得ない序文。こうした序文に我々は二つの場と二つの射程を与えなければならない。その序文は概念の内部と外部とに同時に属している。ところが弁証法による媒介と再自己固有化のプロセスに従って、自然哲学の内部は自分自身の外部を自らの否定性の一契機として使用する。
序文の契機は哲学の学的論理的展開とその経験主義的形式主義的遅延との間の決定的イコール危機的クリティックの隔たりによって必然的に開かれる。可能なればヘーゲル主義の彼方で支持されるべきヘーゲルの教え、すなわち経験主義と形式主義の本質的共犯性、前文が必要不可欠であるのは支配的な文化が経験主義と形式主義をなおも課してくるからである。したがって支配的な文化と戦う必要がある、あるいはむしろ支配的な文化の教養を高め、さらによく形作る必要がある。序文の必要性は教養イコール形成に属するのだ。この戦いは人を丸め込むような教育法を戦場とするのであって、概念の自己的啓示、自己厳然化ではないのだから、哲学にとっては外的なものであるように見える。しかしながら精神の現象学の序文も言うように、否定的なもの、虚偽、悪、死の外部性がなおも真理の過程に属し、そこに痕跡を残さねばならない限りで、この戦いは哲学に内的なものでもある。また、ヘーゲルは、概念の自己啓示、自己厳然化の内的必然性を定義した後で、この内的必然性を外的必然性と、すなわち概念の実存イコール現存性、エグジスタンス、ダーザインとしての時間を考慮に入れる必然性と同一視する。とはいえ、まず問題になるのは、感性の普遍的形式としての時間の必然性のみである。その次に概念の厳然性のための一般的脅威、エレメントであるこの形式的時間と、それの経験的歴史的な限定、例えば我々の時代、現代といった限定との間の隔たりが認識されねばならないだろう。人物とか個人的事情といった偶然性を写真して普遍的な仕方で外的必然性を考えるならば、これは内的必然性と同じものなのであって、その本質は時間がその諸景気の定罪、ダーザインを提示する際の継承のうちにある。我々の時代が哲学を学にまで高める好機であるということを示すことができるならば、この証明こそは哲学を学に高めるということの、この目的を抱く試みを正当化する唯一の真なる方法だろう。それはこの目的の必然性を明示すると同時に、この目的を完全に実現することでもあるのだ。しかし我々の時代は完全に、全く端的にこの上昇にふさわしいわけではないし、完全にその木が熟したというわけでもない。少なくとも木はそれ自身に等しくない。したがってなおも教育的配慮によってこの木を準備し、それを自己自身に再び一致するようにしてやる必要がある。そして木が到来したと考えられる場合でも、そのことを意識させ、すでにそこにあるもの、現に存在するものへと導き入れてやること、さらにはそこにあることイコール現存在は概念。現存在は概念の時間的歴史的厳然ダーザインである。導き戻し、あるいはそれと循環的に概念をその現存在の中へ導き入れる必要がある。概念と現存在との、概念と実存との、思考と時間、思想と時代との、ある種の空撃、エスパスマン。そのようなものが序文の何とも形容しがたい住所だということになるだろう。時間とは序文の時間であり、空間とは時間は空間の真理だったことになるだろう。序文の空間なのだ。したがって序文は書物の場と持続等を前提として占めることになるだろう。内と外の二重の自然性が成就したことになるとき、序文はいわば真なるものの始まりの導入として哲学へ導入したことになり、おそらく哲学へと高まり、哲学へと内化され使用されたことになっているだろう。と同時に序文は自分から落下し、談話というふさわしい席に置き去られたことになるだろう。二重の話題イコール場所性、トピック、二重の顔、ファス、加湿された抹消、エファスマン、顔を潰すこと、あるテキストが自分自身を運び去り、自分自身の表記を外す、デマルク、値下げする、生殺を外すとき、そのテキストの身分はどのようなものか、文章法的矛盾化、否定の否定化、否定的なもののローク、意味に奉仕する労働化、すなわち、概念が自身のもとに存在することに奉仕する労働化、ここに書かれていること、あなた方はすでにそれを読まれたのだが、ヘーゲル的序文の一契機に過ぎないかどうかあなた方はまだ知らない。ヘーゲルの序文は数学主義及び形式主義一般を批判するが、それと同じようにして序文の形式性を批判する。それは同じ一つの批判なのだ。概念と事象そのものの外にある言説、意味と生命を変えた機械、解剖学的な構造、そうしたものとして序文は常に数学の手続きと何らかの親近性を持っている。数学的認識においては反省は事象の外部にある操作である。数学の目標ないし概念は非本質的で概念を変えた関係である。精神の現象学の序文で投じられた前文への糾弾は、大論理学の序論で一層強く繰り返される。一層強く繰り返される
繰り返すといっても、この球団は減少額における球団を反復しにやってくるのか、それともそれ以前から減少額の球団を条件付け、それに先行していたのか。伝統的な難問であるが、精神の減少額はその全体が論理学への導入のための序文であると言うべきなのか。しかし、権利上で言えば、あらゆる序文と同じく論理学も事後にしか書かれなかったろう。それは実は真理において後書きなのだ。この2つの書物が開かれ、相互に包み込み合って、ただ1つの書簡、ボリュームとなるのは、絶えず皇帝の終わりから、すなわち絶対力である。そしてそのことが書かれているのは、とりわけ前置きにおいてである。減少額の序文は論理学の終わりから書かれている。概念の自己啓示、自己厳然化が、すべての序文の真の序文である。諸々の書かれた序文は概念の外部にある現象であり、概念、絶対的ロゴスが自己のもとに存在することこそが、すべてのエクリチュールの真の序文、本質的述語、宣言なのである。この運動の形式は、ヘーゲルの方法概念によってあらかじめ言い渡されている。精神の現象学の序文に続く序論は、認識を道具もしくは媒体として扱う認識批判を批判するが、それと同じように大論理学の序論は、古典的な方法概念、すなわち操作の外に規則をはじめに定めておくこと、中身なき下準備、知の実践の歩みに先立って設定された工程といった考えを退ける。デカルトの方法概念に対してスピノザが放った批判に類似の批判。学の道がすでにして学そのものであるなら、方法はもはや下準備の外部的反省などではない。それは論理学において自己自身を改陳する学全体の生産であり構造なのである。そうなると次の2つのどちらかであることになる。すなわち序文はすでにこの全体の改陳に属し、この改陳を開始し、この改陳に参加しているのであって、序文はいかなる特殊性もテキストとしてのいかなる固有の場所も有しておらず、哲学言説の一部を成しているのか、あるいは序文は何らかの仕方で哲学言説を逃れており、何者でもないのか、すなわちテキストの空白形式、空虚で真な記号、数学的関係のように生きる概念の外へ落下した記号の集合であるのか、もはや自らが告知せんとする内容と内的なつながりを持たない、機械的でうつろの反復でしかないのか、以上のどちらかなのだ。しかしなぜそのことが序文において説明されるのか、この第3項の身分、すなわち哲学的なものの中にもその外にも、書物の表記、マルク、辺境、マルシェ、余白、マルジェの中にも、テキストとして単純に単一的に存在するのではない第3項の身分とはどのようなものか。この第3項は弁証法的方法によって余すところなく使用されることが決してない。それは概念の道と概念の意味生産を予告しているのだから。全く空虚の純粋形式というわけでもないし、またロゴスの外部にとどまり、際限なくロゴスからの批判をかきたてるのだから、もちろんヘリクスと合理性との隔たり、経験の歴史と概念の歴史との隔たりを通じてのことに過ぎないにせよ。内容でも意味の意思契機でもない。こうして第3項の身分とはどのようなものか。形式内容、納期シニフィアン、初期シニフェ、完成的なもの、英知的なものといった対立から出発して、序文のエクリチュールを理解することはできない。しかし序文は残余するために実存する外に立つのだろうか。序文の空撃、エスパスマン、シャイドクエの序文は、場において開ける。テキストの注目すべき最小可能なニーメン、域、すなわち三種について読まれるもの。ウネビ、境界、道、すなわち表記、マルク、境界表、辺境マルシェ、余白マルジェ。境界確定、デマルカシオン。辺境を進むこと、ミーザンマルシェ、すなわち引用、スタシオン。さて、この問いはまた、域、ル・リミネールの問いとしてはっきりと告知されていたのだった。精神の現象学の序文。この運動のあるいは学の方法に関する重要な点を冒頭で明示する必要があると思われるかもしれない。だが方法の概念はすでに言われたことのうちに見出されるし、その神聖な提示は論理学にのみ属するというよりも論理学そのものである。実際、方法とはその純粋な本質性において叙述された全体のその構造以外の何も構造以外のものではない。ところが根底についてこれまで主体的だった見解について言えば、哲学の方法に関わる表象の体系は今や過去のものとなった教養に属していると、そう我々は意識せざるを得ない。こんな風に言うと、ホラフキが革命家の興奮のようだったが、私は自分がそんな誤張からほど遠いことを知っている。この序文の署名者は私だというわけである。しかし、数学が我々に提供する学問装置、説明、区分、公理、様々な定理系とその証明、諸々の帰結と結論を伴う定理、少なくともこうしたものは全て、通念において古くなったと考えざるを得ない。
つまり古典哲学者たちは彼らの方法概念において、彼らの方法論において、彼らの方法定説あるいは精神の導きのための職則において、数学の形式的モデルの魅惑によって導かれていたというわけだ。整理の悪いこの形式主義の本性は、要するに真理の提示、厳然に、大事エグゼルク、作品外を課すことに損するが、真理は大事を許容しないし、真理は自分自身で大事を生産しなければならない。形式主義は真理の道を見えなくし、論理学において自らを叙述し生み出すような方法の生ける歴史性を見えなくするというのだ。プロローグは消滅しなければならず、また消滅可能であるが、その消滅が起こるのはまさしくそこにおいて、論理学においてである。ヘーゲルは精神の現象学の序文ですでにそのことを言っていた。にもかかわらず、なぜヘーゲルは論理学の序文でそのことを反復するのか。ここでテキスト上の出来事とはどういう事情になっているのか。この重複書きはどうなっているのか。予備的な考察なしに、事象そのものから始めるという要求が、論理学ほど有無を言わせない干し方で感じられる学は他にない。他のすべての学では取扱い対象と学の方法は区別されている。また同様に内容も絶対的な始まりをなしてはおらず、他の概念に従属し、他の題材と連関している。故にこれらの学は自分自身の分野やその諸連関についても、また方法についても、補助定理を用いながら語ることを許され、論理学の序論は論理学の一般概念という副題を持っている。序文、プレファスと序論、アントロディクションは、とは区別される必要がある。両者は叙述の哲学的本体との関係において従事の問題を提起するにもかかわらず、ヘーゲルの目にはそれらは同じ機能、同じ尊厳を持たない。序論は書物の論理と一層体系的な結びつきを、歴史的ではなく、状況的でない結びつきを持つ。序論は統一的であり、一般的で本質的な建築術的な問題を扱うのであって、一般概念をその区分や自己再化において提示する。反対に序文は範を重ねるごとに増殖し、もっと経験的な歴史性にかかずらう。序文は状況的必要に応じるものなのだ。ヘーゲルはこの状況的必要なるものがどんなものかを定義しているが、もちろんそれはある序文の中で、すなわち大論理学の第二版の序文の中でである。しかしながら、だからこそ問題は我々が言ったように類似しているのだが、序論もまた論理学において消滅しなければならないだろうし、消滅してしまっていなければならないだろう。消滅するはずだったのだ。序論が論理学の中に残留するのは、ただ絶対に普遍的なこの哲学的学が暫定的に周囲の無教養を考慮して、とりあえず特殊な哲学的学として導入されなければならない限りにおいてである。というのも、体系の中に序論が占める正当な唯一の席は、例えば美学や哲学史といった哲学的だが特殊な学の冒頭であるからだ。序論はそうした派生的依存的言説の限定された一般性を論理学の絶対的で無条件な一般性接続する。したがって美学や哲学史に関する講義において序論の必要性を立てたとしても、ヘーゲルは矛盾したことをいささかも言ってはいないわけだ。したがって式の空間は言説の形式と内容との不適合によって、あるいは納期シニフィアンが初期シニフィアンに通訳不可能であることによって開かれている。プロトコルの塊をただ一つの表面に還元してしまうのであれば、プロトコルは常に形式的進級になってしまうだろう。プロトコルの責任者はあらゆる社会において形式主義の役人である。数学と違って内容の生産であると同時に内容の提示でもある紙面的論理学においては、形式と内容の不適合は消え去らねばならなかった。反対に論理学は反省のこうした形式、思考のこうした規則、あるいは法則のどんなものをも前提することができない。なぜならそうした形式や規則は論理学の内容の一部をなすものであって、論理学の内容において初めて基礎づけられるべきものであるからだ。論理学の内容は、には学の方法の陳述のみならず、学一般の概念そのものまでもが属するのであり、そもそもこの学一般の概念が論理学の最終成果なのである。自らの内容が自らの最終成果である。すなわち論理学の対象はもっぱら学問性一般であり、学の概念であり、概念把握し認識し、自己を思考する限りでの思考それ自身なのだ。論理学が補助定理を必要としないなら、論理学は概念的思考に始まり、概念的思考に終わらねばならないからである。また、論理学の究極の獲得物は学問性の概念であるが、論理学はこの学問性については初めは何も知らないからである。しかし、論理学が導入部において既に内容の脅威のうちに存在し、他の学から形式上の規則を借用しないで済むためには、論理学の最終的な獲得物が既に前提となっているのでなければならず、論理学が最後になって初めて知るはずのことが最初に抽象的に告知されているのでなければならない。そこから次のような命題を作動させる必要が生じる。この命題はそれを円環的でない直線性によって理解すると直ちに無媒介的に矛盾してしまう。故に、それ、論理学は、自らがいかなるものであるかを前もって言うことはできず、ただ論理学の全体的論述のみが、
自己自身についてのこの知をその終端及び完成として生産するのである。同様に論理学の対象である思考、正確に言えば概念把握的思考はもう本質的に論理学の内部で取り扱われるものである。論理学の概念はその工程の中で生み出されるものであって、したがって先取りされない。したがってヘーゲルが 論理学はいかなる補助定理ないし予備命題によっても先行されないと主張するために、論理学の序論を命題として提示するまさにその時、それにしてもこのような命題のテキスト的操作はどのようなものだろうか。彼はすぐさま論理学の序論の論理的かつ学的な性格を無効にしなければならない。ということ、この点を認めることによって序論の論理的性格を否定するのだ。したがってこの序論の中で先取りして言われていることは、論理学の概念をいわば基礎づけたり、あるいは論理学の内容や方法をあらかじめ学的な仕方で正当化したりすることを目指しているのではない。理屈と歴史の水準でいくらかの説明と反省を加えて、この学がどのような観点から考察されなくてはならないかを、一層明確に思い描けるようにすることが目的なのである。なるほど、序論が屈している制約は具有的なものにとどまる。すなわち、かつてのまた現行の哲学者たちが引きずり込まれるがままになった歴史上の誤りを正さねばならない、というわけだ。ヘーゲルはそのような哲学者たちとの構想状態に突入し、彼らの土俵、それは補助定理主義の数学主義の形式主義の土俵でもある、へ進撃する。しかしこの誤りは、同じ運命にある哲学的な談話同様、避けて通ることのできない否定性なのだから、今やそれは概念の運動によって思考され、内化され、使用され、それとしては否定され、論理的テキストの構成に不可欠な部分となっている。この運動の必然性が逆説もしくは矛盾の様相を呈するとしたら、それは形式主義的進級という外部から眺めた場合のことに過ぎない。この矛盾はむしろ四面的弁証法の運動そのものであり、その論証の進展運動そのものである。この矛盾は否定性使用の概念を組み立てる。序文を前へ押しやる記号、シニフィアントの先走りによって、序文は言わんとすることをまだ書いている空虚の形式に似たものとなる。ただこの記号の先走りもそもそも自分自身に先駆けており、そのテキストにおいて意味セマンティックの自己性によってあらかじめ決定されている。ところでこれこそが四面的生産の本質である。すなわち記号の先走りと意味の自己性とか、そこでは同質的で連続的なのだ。絶対値は哲学の序述のゼロ地点に現存している。その目的論は序文を後書きとして精神の現象学の最終章を前文として、論理学を精神の現象学への序論として規定した。この存在目的論的な優点は、先走りと自己性と使用可能な過小ないし否定性へと還元する。してみるとヘーゲルは、テキスト もしくはエキルチューリについての現代の考え方、すなわちテキストの一般性に絶対的に先行するものは何もないという考え方に、可能な限り近くまた可能な限り遠くにいる。序文、プログラムといったものは存在しない、あるいは少なくとも およそ一切のプログラム、前もって書かれたものはすでにプログラム、前もって書かれたものなのだ。しかしヘーゲルがこうした一般化の操作を行うのはテキストを意味で飽和させることによってである。すなわちテキストを目的論的にその概念内容と等しいものとみなすことによって、エクリチュールと言わんとすることとの間のあらゆる絶対的な劣化を縮減することによって、先取りと要約、頭の運動との裂け目にあるある種の出来事を抹消することによってである。今日序文が容認できないものに見えるとしたら、その理由はヘーゲルとは反対に、もはやいかなる戦闘によっても先取りと要約とが合流し相互移行することが許されないからである。正気を失うこと、途方に暮れること、これは三種の効果かもしれない。今日一つであるような序文を企てることが滑稽であるのは次のような理由による。すなわち我々は意味の飽和が不可能であると知っているし、記号の先走りは正義不可能のはみ出し、布地をはみ出す裏張りの部分、リトレ辞典を導き入れるし、意味の自己性も 目的論的先取りや全未来の安心させる秩序の中でもはや反転することがないからだ。空虚な形式と意味の充溢との間の隔たりは構造的に手の施しようがなく、要するに形式主義も主題、テーマ主義もそうした構造を支配する力を持たないのだ。形式主義も主題主義もこの構造を支配しようと欲することでそれを逸してしまう。初期的なもの、ル・グラマティック、あるいはテキスト的なもの、ル・テキスチュエルの一般化は意味の地平が際もしくは複数性を包含するときにさえ起こる。そしてとりわけそのような時に起こる。意味の地平の縮減、消滅、あるいはむしろその書き込み直しに起因する。多義性以上であると同時に多義性以下でもある三種は、多義性自らを引き離すことで、意味の自己性を起源に変える循環運動を遮断するのである。しかし意味の問題は開かれるばかりであって、我々はヘーゲルと決着、蹴りをつけたわけではない。我々は知っていると先に述べた。
ところで、ここで我々が知っているのは、今や何者でもない何かについてであって、しかもその形式は古い肩書きのもとではもう認められるがままにならないような口でもって知っているのだ。ここでは米の取り扱いはもはや意識化することではないし、意識、コネンサンスを取り戻すことでもない。なるほど、ヘーゲル自身も形式と内容の間に、言い換えればヘーゲルが核心と真理と予防の間に、ある種の必要な隔たりを認めている。精神の現象学はそのようなズレの歴史物語、イストワールではないか。あるいは、ある果てしない序文の語りではないか。形式主義、数学主義、科学主義。これらは常に哲学者の犯す間違いである。を批判しつつも、なるほど、ヘーゲルは形式、数学、このこと領域的な意味における学問、科学といった経験の必要性を跳ねつけることなどはしない。また彼は経験主義、直感主義、予言主義といって、これと対照的な間違いにも陥らないように気をつけている。ところで、共犯関係にあるこれらの相反する過失は、序文をお気に入りの場所とする。しかしながら、ある再表記、序文についての序文、序文内の序文、三種はこの再表記の形式的規則と、深淵的入れ子運動を問題化しなければならない。の過剰に従って、この共犯性の仮面を剥ぐ仕事は、やはり序文に課せられるので、浸れるのである。そこにうごめいているのは、死せる空間と死せる位置の全く他の書き込み直しであって、それは全く他のものでありながら、だからこそ大変よく似ており、精神の現象学の序文を二重化する、とぶれ、吹き替える。真理とは真理それ自身における自己運動であるのに対して、数学型の化の方法は題材の外部にある認識である。それでこのような方法は数学に、すなわち既に述べたように、量という概念なき関係を原理とし、死せる空間と、やはり同じく死せる位置と題材とする数学に固有の特有のものであり、数学に任せておかねばならない。またこの方法はもっと自由気ままな仕方で言い換えれば、もっと死と偶然と混ぜられて、日常生活のうちに、談話のうちに、あるいは認識のためというより、好奇心のための歴史情報のうちに存続しうるだろうが、序文も大体こうしたものである。しかし概念の必然性が理屈をこねる会話のだらしない足取り、いや、弦楽的な虚飾の硬直した足取りを共に放逐するとしても、かといってそれに変えるに、予感とか霊感といった非方法や、予言者見えた語り口の恣意をもってしてはならない。そうした語り口はただ弦楽の学問性ばかりでなく、およそ学問性一般をも軽んじるものである。四面的弁証法は学問的なものを放棄することなく、あらゆる二元論、さらにあらゆる二重性を乗り越えなくてはならないように、形式と内容の対立を乗り越えねばならない。それは学とその反対物との対立を学問的に把握しなければならない。とはいえ概念の四面的脅威を獲得するためには三重性一般にたどり着くだけでは十分ではない。形式主義もまた三重性に満足しうる。すなわち三重性を堕落させ、それを図式または一覧表の中に凝固させ、概念の性から根こそぎ引き離すことができる。古典の直接の標的はシェリングの自然哲学である。三重性はカントにおいては本能的に発見されたものであって、まだ死んでおり概念を書いたものであったが、それがその絶対的意義にまで高められ、それとともに真の形式が同時にその真の内容において提出されたとき、学の概念が生じた。しかし我々が目にするようにこの形式は生命のない図式へと、本当の原影へと格下げされ、学問の組織が一覧表へと格下げされてしまうような、そうした形式の原根の使用法を学問的なものとみなすわけにはいかない。このような形式主義については先に一般的なことを述べたが、ここで我々はその手法についてさらに詳しく注意しておきたい。この形式主義はある形態を扱うに際して図式に属する一個の規定が実語として実現されれば、それでその形態の本性と性を把握し、表現したと思っている。その時の実語は主観性であろうと客観性であろうと、あるいは磁気、電気等々、または収縮、あるいは膨張、東、あるいは西など何でも構わない。このような実語は無限に増やしていくことができる。なぜならこのやり方ではどの規定ないし形態も他のものによって再び形式あるいは図式に属する契機として使用されることができ、どの規定も変例として他の規定のために同様の奉仕をすることができるからである。これは相互性の循環であって、これでは事象自体が何であるかは経験されないし、ある事象が何であるか、また他の事象が何であるかも経験されない。その際一方では普通の直感から感覚的規定が取り出されるのだが、もちろんそうした規定はそれが述べるのとは何か異なったものを意味するはずである。他方それ自体意味的なもの、つまり主観、客観、実体、原因、普遍者といった思考の純粋規定は、日常生活の場合と同様に、そして強さや弱さ、膨張や収縮といった用語だなと同様に、よく吟味されずに無偏的に用いられている。従って感覚的表象と同じく、このような形状枠も学問的ではない。内面的な性とこの性の定然の自己運動がではなく、直感のこの場合感覚的な知能、以上のような単純な規定性が表面的な類比に従って表現され、定式の外面的で空気の適用が構成と呼ばれている。このような形式主義、あらゆる形式主義と同じ運命をたどる。分類学的記載、二元的諸対立は第三項の生態的分類、解剖学的思考、今や分かるように、序文の思考は、
有限で不活性な産物にラベルを貼るだけで満足する。シェリングの自然哲学において弁証法の三重性は見かけだけである。それは単純な諸対立、すなわちひとたび定められるや万事に同一である処方箋を外部から出来合いの構成において適用する。どことなく定理の行き届いた薬局あるいは薬務店のようだ。さらに言えば一つの博物館、すなわち死んだ手足、生命の冷たい骨格、羊皮紙のように干からびた皮膚、解剖図、そして生身を死にピン止めする、その他諸々の一覧表が収集され、分類され、展示されている博物館のようでもある。これはまさしく紙片を貼り付けられた骸骨か、あるいは薬味商の店頭に並んだラベルを貼って密封した缶詰の列に似た一覧表である。このような一覧表は、事物に生ける本質を取り去ったもの、奥深く隠してしまったものであり、血肉なしに骨が存在する骸骨と同じく、そして聖なき事物が封じ込められている缶詰と同じく、明瞭ではない。思考の王国を哲学的に言い換えれば、それ自身の内在的活動性において、あるいは同じことだが、その必然的展開において提示するためには、新たな企てが必要であり、初めから始めなくてはならなかった。獲得済みの材料、すなわち基地の思考形式は、この上なく重要な手本、必要条件、感謝に値する前提とみなされねばならない。たとえそれが無秩序に提示された骸骨の、肉の落ちた筋や死んだ骨を乱雑に提供するに過ぎないとしても。論理学第2版の序文。自然的弁証法はこのような死の三重性よりも、概念の生きる三重性の方を、どんな算術、どんな数比学の手にも届かないところにとどまるような三重性の方を好む。三という数はさらに深い仕方で宗教において三位一体として、哲学においては概念として理解される。一般に数の形式は表現として捉えた場合、非常に貧しく真の具体的統一を表すには不十分である。精神は確かに三位一体だが、加算されたら計算されない。計算することは悪しき進め方である。哲学講義、出訳。数の単なる実践である三種は、ある薬局、薬学、ファルマシーを舞台に乗せ直す。この薬局、薬学においては、すべてが数概念から始まる以上、もはや1によっても、2によっても、3によっても計算はできない。二項対立、薬毒、善悪、英知的、感性的、公、定、精神、物質、生、死、内、外、パロール、エクリチュール等々は、統一性還元されるがままにも、第一の単一性から派生させられるがままにも、弁証法において第三項へ使用され内化されるがままにもならない。構造的に序列化された領域が支配組織する。三はもはや自然的解決の理念性を与えずに、ある戦略的な再表記の効果を与えるだろう。この再表記を一層と見せかけ、シミュラヤクルトによって二項のうちの一方の名を対立の絶対的外部へと、再演の発表の中へと表記された。もう一回余計に表記されたあの絶対的多性へと連れ戻す。すなわち2対4、そして形状枠の囲い、クロチュールは、もろもろの二項対立の領野を、その有限な工作地、キュルチュール、文化を取り囲む一本の環状線の形を取ることはもはやないし、またこれまで取ったこともない。それは全く単なる分割の形式を取るのであり、また取ってきたのだ。三種はある種の折り返しの各角に即して、存在進論の3を転移させる。バーサスの危機。あれらの表記はもはや二項対立の2へと要約されたり、決定されるがままにならないし、自然的弁証法の3へと使用されるがままにもならない。あれらの表記とは、例えば3円、グラン名、痕跡、切り込み、境界確定、境界除去、パルマコン、逮捕、婚姻諸女膜、イメーヌ、表記マルク、辺境マルシェ、余白マルジェ、そしてその他のいくつかの表記のことである。というのも、これらの表記の運動はエクリチュール全体に伝播し、したがって有限な分類学の中に囲われることはできず、今まで用語集である限りでの用語集の中に囲われることはできないからだ。こうした表記は三位一体の地平を破壊する。この破壊はテキスト的になされる。すなわち、これらの表記は、初期、シニフェの概念ないし内容によっては、いかなる点にもピン止めされるがままにはならないがゆえに、三種の表記なのだ。多義性のではない。そうした表記は、初期シニフェの概念ないし内容に、第4項という以上、あるいは以下のものを付け加える。星開かれた四角形は、第4の面において開かれた三角形に過ぎないけれども、形状学をその三拍子、オディプス、三位一体、弁証法によって支配してきた三角形や円の行為状態を解く。星開かれた四角形が三角形や円の行為状態を解くとは、すなわち、それが三角形や円の境界を確定除去し、書き込み直し、引用し直す、レシテということである。こうした語り、再引用、レシの再エクリチュールは、三角形の内部にも外部にも属さない。このことの帰結は測り終えられていない。四角形、彼の開け。4、カットルの逮捕。
十字でも閉じたり四角形でもない。多義性から三種を隔てる、エカルテ。以上以下。これらは規則的にはっきりと虚勢。虚勢常なる遊戯の中にある。に関係づけられているが、しかし、それは虚勢の外、取り返しのつかない脱落。限定的経済なき脱落を伴ってのことである。すなわち、語る真理、意味作用、象徴的なもの、象徴界、法、充実したパロール、総合主観的弁証法、さらには相互主観的トリアーデ。こうしたもののロゴス中心主義的な昇華の領域ではもはや取り戻されたり理解されないなかった虚勢の外。三種はそれが引きずり込む、鍛える、このエントレーナーという語を読む鍛錬をされたい。虚勢で単純にあるのではない。その理由は三種が肯定的な性格を持つからというだけではなく、少なくともこれまでのところ全く偶然ではないある必然性によって虚勢の概念が形状学的に解釈され差し押さえられてきたからである。空虚欠如、裂け目等々は、虚勢概念においては、初期シンフィアンとしての価値を、同じことだが、超越論的納期、シンフィアンとしての価値を受け取ってきたのだ。すなわち、ロゴスとしての真理、大い、非大いの自己厳然化という価値を。ここで書けられているのは精神分析の問いである。精神分析の問いは実践上において次のようなテキストによって試される。すなわち、読んでしか始まることができないので、どこか見せかけ、シミュラクル以外の仕方では、もはや閉じられるがままに、制御されるがままに、包囲されるがままにならないようなテキストによって、もはや縫い繕われるがままにならないエキルチュールの鍵咲き、すなわち痕跡が意味、たとえそれが複数であろうに、あろうともによっても、どのような形態の厳然によっても、もはや鍵止めされることのない場、これを参照は終わることなく目的なしに開く。意味作用の運動ならば、痕跡の戯れを規則正しく結合し、そうして歴史物語、イストワールを生産することになるような地点、これを三種は、ベッド、結合の床において取り扱う。法の名において差し押さえられたこの時点の安全が吹き飛ぶ。三種が始まったのは少なくともこの吹き飛ばしの危険においてであった。そしてエキルチュールの迂回もこの危険から始まるのであり、そこから我々が戻ることはない。もはやこのような問いは、アリトモス、カズオ、すなわち悪しき進め方としての計算すること、根底を上演し直すことと切り離されない、されないだろう。またデモクリストスのユートモス、実動、リズム、区切りの読み直しとも切り離されないだろう。ユートモスは哲学が根底、考慮できない。それとともに計算できないある種のエクリチュールであって、それが考慮、計算、根底されるとしたら、むしろその前夜と休息なき外部からである。すなわちそれはいわば一種の隠れた序文なのだ。そして言説としての言説はこの序文を自らの循環の中に、すなわちプロレオマナの地弁上の不可能性と必然性とが合流するあの円化の中に、もはや包み込むことができない。そのうち書かれた序文、その時書かれた序文、プロトコルの塊、書物、外は第四のテキストとなる。それは、後書きを、要約と反復的先取りを、すなわち概念の自己運動を偽装するシミュレ、ことによって全く他なるテキストでありながらもそれと同時に補助言説として自らが超過するものの分身でもあるのだ。それゆえに詩弁哲学は空虚な形式及び記号の先走りとしての序文を禁ずるにもかかわらず意味が序文において自分を予告する限りにおいてすなわち序文が書物の中に常にすでに書き込まれている限りにおいて詩弁哲学が序文を課す。この矛盾は必然的にテーゲルのテキストの中にプロトコルの痕跡群をエキルチュールの塊を残す。例えば感覚的確信についての章を開く記載装置がそうであり、その奇妙な機能の仕方を我々が別のところで分析することになるだろう。しかし、序文の終わり、これはまた歴史物語、イストワールの終わりにして哲学の始まりでもある、において概念のアプリより性の領野が、もはや限界を知らなくなるとき、この矛盾を運び去られてしまう。エーゲルが概念と哲学的アプリオリ性の奇妙な後でを、すなわち、蘇生されることで消滅する遅れを記述するのは、ある有名な序文の終わりにおいてである。世界がどのようにあるべきかを享受しようという思い上がりについてさらに次元すれば、いずれにしても哲学は常にあまりに遅くやってくるものだといおう。哲学は世界についての思考としての限りで、まず時間の中に現れるのであり、現実性がその形成過程を達成し、完了した後で現れる。このことは概念の教えるところだが、歴史もまた必然的にそれを示す。すなわち理念が実在に向かって立ち現れ、そして同じ世界をその実態において把握した後で知性の帝国へと築き上げられるのは、何よりもまず現実性の完熟においてなのである。哲学が廃炉に廃炉を重ねて描写するとき、性の形式は古びてしまう。
グリザイユでもって性が新鮮さを取り戻すことはなく、ただ認識されるだけである。ミネルバの袋が飛び出すのは、ようやく日暮れ時になってからなのだ。しかし、もうこの序文を閉じるべき時だ。それは序文としての限りで、それが先取りするすでに書かれたものの観点について、外在的かつ主観的に語ることだけを目指していたのだ。内容について哲学的に語らねばならないとなれば、学問的客観的に論じることしか許されない。事象そのものの学問的取り扱いとは違った形を取るだろう異議申し立ては、著者から見れば主観的な後書きやどうでもいい主張といった価値しか持たないはずであり、彼にとって無関心のものにとどまるはずである。法の哲学の序文。序文の終わり、もし終わることが可能ならばであるが、とはそれ以後、序述の順番と概念の連鎖とか、その自己運動の中で一種のアプリよりの総合に従って重なり合う契機である。もはや生産と序述との間に隔たりはなく、まあ、ただ概念の概念自身による厳然化、概念自身の発はパロールにおける概念のロゴスにおける厳然化があるだけである。もはや形式の先行性も遅れもなく、もはや内容の外在性もなく、同一論理、トートロジーと、意思論理、ヘテロロジーが、紙面的命題の中で結合する。分析の手続きと相互の手続きとが相互に包み込み合う。自己の外に出ることなく、自己への厳然性の脅威の中で自己自身のもとへと常に帰還することで、概念は自己の諸々の規定でもってアプリより充実する。実在の現実的規定と理念的反省とが同一の展開の内在的な方法において一つになる。マルクスはこのようなアプリより主義とヘーゲル的観念の、マルクス自身すぐさま同じとかで非難されたが、を自らに禁じなければならなかったが、それは他でもない。彼の叙述方法のためだった。この禁止は序文についての彼独自の概念と実践とに本質的に関係している。彼はこの点について資本論のドイツ語版第2版の後書き、1873年1月の中で説明している。それを見てみよう。マルクスにとっての決定的と見える叙述方式と研究方式との区別が提示されるのが、ヘーゲル弁証法の転覆についての最も有名な段落の直前であるのは無意味なことではない。一目にこの区別のおかげで彼の言説形式とヘーゲルの提示形式との相似が中断されるというのだから。この相似に諸兵たちは惑わされてしまい、ヘーゲル的奇弁だと当時叫んでいたのだった。だがこの相似が解体されるのはただ、形式、素材、関連性、物質性といった対立と一緒に、反省と先取りの概念を言い換えれば、始まりと展開との関係、導入と過程との関係を変化させることによってのみである。この関係は現実の場合と言説の場合とでは異なる。また研究の言説の場合と事後に結果を提示する言説の場合とでも同じではない。論争全体を担っているのはこの結果という価値である。基礎付けはヘーゲルにとって結果である。サンクトペテルブルグで出版されたロシアの雑誌ヨーロッパ報知は、小脳の方法に全体を抑えてある論文の中で、私の研究方法は厳密に現実主義的であるが、私の叙述方法は残念ながらドイツ弁証法的であると言っている。その論文はこう述べている。一見したところ、叙述の外面的な形式から判断すると、マルクスは強化された観念論者、最大の観念論的哲学者であり、しかも、この語の同一的な意味、すなわち悪い意味でそうである。だが実際は批判経済学の分野における先行者たちの誰よりも彼は果てしなく現実主義者である。どのようにしても彼を観念論者と呼ぶことはできない。この著者は私の実際上の方法と彼が呼ぶものを、このように書くも的確に、そして私は行ったその適用について核も好意的に定義しているが、彼がそのように定義したものが弁証法的方法でないとしたら一体何であろうか。もちろん叙述方法は研究方式と形式上区別されなければならない。研究は素材を細部にわたって我がものとし、その様々な発展形態を分析して、それらの内的な結びつきを発見することを任とする。一旦この任務が達成されて、そしてその時にのみ、現実の運動を適切に叙述することができる。素材の性が関連的再現の中に反映されるように、このことが達成されれば、その新規量はアプリよりの構成だと信じられるだろう。私の弁証法的方法はその基盤において、ヘーゲルの方法と異なるばかりでなく、正反対でさえある。ヘーゲルにとっては彼が理念の名のもと、自立した主体へと転用させる思考過程が現実性の造物主であり、現実性は思考過程の外的現象に他ならない。反対に私にとっては理念的なものとは人間の頭脳の中に置き換えられて翻訳された、物質的なもの以外の何ものでもない。ここでは古典的な形の基礎付けの議論一般には立ち入らない。方法、反省、前提、基礎、結果、現実性といった概念はここではどんな具合になっているのか。ヘーゲルの視点では、後書きの実論は経験主義的実在論による異議申し立てであるのか。すなわち実在化概念に対して、現実的規定が叙述過程に対して絶対的に外在すると想定することによって、必然的に一つの形式主義に、さらには自己の序文の中に無制限に、引き止められた観念論的な批判主義に帰着してしまうような経験主義的実在論であるのか。
こういった疑問。ここではテキストのいくつかの指標に表面上話をかけることにするが、それはテキスト、古典的な狭い意味でのテキストと、実在、レールとの関係がかけられている地点に今我々がいるからであり、テキストやテキスト外といった概念が、また両者の関係の変容が、そしてこの変容の実践的かつ理論的問題に関わる序文、我々はこの序文の中にいるが問題だからである。我々を引くため、そして我々を制限するようにも見える、この新たなテキスト、見える新たなテキストとは、テキストは、テキストの古典的表象を無限にはみ出すものである。このはみ出し、境界確定、境界除去は、ヘーゲル論理学との、そしてそこに集約されるすべてのものとの我々の関係の形について、読み直しを迫る。哲学的観念、すなわち概念そのものから見た徹底的な達成へ向けた不法侵入、エフラクシオン、こじ開けは、哲学では常にアポステリオリと経験主義という形式をとる。しかしそれは自己の外を記載、理解するためには、その否定的な図を同化するしかない哲学の、その表面反射、自然的反省の一効果である。三種が書かれるのはこの鏡の裏拍でにであって、自己の転倒した幽霊の上にではない。また自己の消化作用の三位一体的で象徴的な秩序の中にでもない。経験主義の仮面をかぶって自らを書きながら、指名をひっくり返すことによって他のことをもなすもの、ヘーゲルによる序文の使用を実行不可能にするもの、これを知ることが肝心なのだ。この問いは慎重な際あるゆっくりとした重層的な読解を課さずには置かない。この問いは、例えばマルクスのテキストにおける始まりのモチーフに関わるに違いない。マルクスも大論理学でのヘーゲルと同じように、あらゆる学において始めが難しい、資本論第一版の序文、1867年と認めているが、彼は自分の各導入部のエクリチュールに対して、ヘーゲルとは全く違った関係を持つ。彼がまず避けようとするのは形式的な先取りである。もちろんヘーゲルも同じだった。しかしマルクスの場合、期待される結果、すなわち導入部に先立ち、それを条件づける結論は、概念の純粋規定ではないし、ましてや基礎付けなどではない。これは単にヘーゲルならば特殊学問と呼んだであろうものに関わっていることによるのか、そして経済学はこの場合、領域的学問なのか。いずれにせよ、序文形式は、書物の論理的アプリより性やその序述の中にもはや容易に内化されるがままにならない。最初の2章が本書の内容を成している。資料はすべて専門的特殊研究の形で私の目の前にあるが、それらを活字にするためではなく、私個人の解明作業のために、かなりの間隔を空けながら紙の上に綴られたものである。明らかにした構想に従って、それらを体系的に練り上げることができるかどうかは状況によるだろう。下書きしておいて一般的序論は省くことにする。というのもよく考えてみれば、まずは証明しなければならない結果を先取りすることは有害でしかありえないし、私についてきてくれるつもりのある読者は個別から一般へ登っていく決心をしなくてはならないのだから、その代わりに私自身の経済学研究の流れについて、ここでいくつか簡単に述べておくのがふさわしいと思われる。その研究は部分的にそれ自身から私を連れ出して、私の意図から遠ざかるように思われていくつかの学科へと導いていき、多少とも長い間それらの学科に私は足を留めなければならなかった。しかし私の自由にできる時間、とりわけ短く、自由にできる時間をとりわけ短くしたものは、収入になる仕事をしなければならないというどうしようもない必要だった。8年前から今も続いているニューヨークトリビュー紙への寄稿は、論述の展開部は概念の内在性の方にさほど合致するものではないし、さほど先取りできるものでもないので、修正、手直し、拡張、縮小、部分的先取り、一部の戯れなどの明白な名残をとどめざるを得ない。資本論の第一部の序文、1867年は、最初の叙述構想を被った変更作業と、展開部の量的かつ質的な不均衡と、そしてこの書物が書き込まれる歴史の物体全体と、ことさらに提示している。かくして大論理学への追伸の非対照的空間が浮かび上がる。無限にさえ付けられて一般的空間。なるほど、この空間はどの追伸もそうであるように、表面上従属的で派生的であるが、しかしそれは歴史の非回帰の力であって、自らの充実した発はパロールにおいて真理を回復し宣言するロゴスの、その早期的可能性におけるいかなる円環的再理解、再包含にも抵抗する。我々は不均等な交差配列、キアスムの中にいる。ヘーゲルが序文に失格を宣告するその理由、その形式的外部性、その記号の先取り、先走り、意味や概念の経緯にとらわれないそのテキスト性等々の中に、ここで我々が読んでいるようなエクリチュールの要請そのものをどうして認めずにいられようか。その時、序文は必然的なもの、構造上再現のないものとなり、自然的弁証法の用語、テルム、諸行の中では、もはや記述されることはできない。もはやそれは単に空虚な形式、空っぽの納期性、シニフィアンス、非概念の純粋な経験性であるばかりでなく、全く他なる構造でもある。
すなわち意味概念経験現実といった諸効果をそれらを書き込み直しつつ解明する説明する。かといってこの操作は理念的派家族による包摂ではない、一層戦争力に満ちた構造なのである。逆に言えば序文の形式として事実上ヘーゲルに常に課されているもの、それによって概念が既に自己を予告し、自己のテロスにおいて自己自身に先行し、テキストをその意味の脅威の中にずっと以前から据え付けておく、そうした運動があるために、今日の我々の目には序文の形式や技巧的アルカイックでアカデミックでテキストの必然性に合わせるもののように見えているのではなかろうか。すなわちエクルチュールの連鎖はその主題効果やその配列の形式的手続きに還元してしまう疑いのある廃れたレクトリックのように序文が見えているのではなかろうか。最初に序文がないとしても、それは何らかの創始的算出へ、何らかの自己厳選に開くためではなく、全くその反対にレトリック形式主義主題主義の本質的かつ共通の限界を、それらの交換体系の限界とともに表記するためである。一方で序文を排斥されるが書かれなくてはならない。自己を前提しないわけにはいかない概念の論理の中に統合され、そのテキストが抹消されるために、他方でほとんど同じことだが序文は排斥されるが、しかもなお、しなおも書かれる。再起動したテキストの契機として、いかなる概念によっても先取りし使用されることのできないテキストの経済、エコノミーに所属するものとして、常に機能させられながら。従って契機や所属といった語は、ここではもはや、エクルチュールの何らかの理念的内部性への単なる包摂を指すことができない。絶対的なテキスト界は存在しないと主張するからといって、それは、理念的内在性を、すなわちエクルチュールの自己関係の絶え間ない再構成、復元を標準として立てることではない。それはもはやヘーゲルのようなやり方で、言説のロゴスの概念の理念の外を宙づりにして使用する関連論的神学的操作ではない。テキストは外を肯定するのであり、紙面的操作の限界を表記し、紙面が外を外遊化する際のあらゆる術語を脱構築して、それらを効果へと導き戻す。テキストの外には何も存在しないとはいえ、それはテキスト一般の概念変異を伴っての話であるから、当然そこには次のことが含意されている。すなわちテキストとは内部性あるいは自己統一性の隙間を塞いで閉じこもったうちではもはやなく、とはいえ何が何でも外のモチーフが人を安心させる役割を果たすこともあるし、ある種の内が恐ろしいということもある。それは開閉の諸効果の単なる配置なのだということこれである。右のどちらの場合においても序文は一つの虚構である。これは良識破りのアルキダマスだ。冗談でこの序文を書いている。しかし前者では虚構は意味に奉仕しており、真理は虚構の真理となっており、虚構の関係物はある異界秩序へと寄生され、概念の付属品として自分自身を運びされ自己を否定する。他方の場合はあらゆる模倣論の外で虚構は自らを見せかけシミュラクルとして肯定し、さらにこのテキスト上の振りの作業に基づいて書物の目的論が暴力的に虚構を従属させなければならなかった時に用いていた対立の全てを解体するのである。例えばマルドロールの歌における雑種の序文、あるいは廃墟者の序文の演技はそうしたものと言えるだろう。追加の見せかけによって第6の歌は実際のテキストの本体として実質的作業として自らを提示する。最初の5つの歌はその教育的序文、その総合的説明でしかなく、その扉へ、すなわち中に入る前に前面から見られた正面玄関、書物の表紙の上に実施された版画、私の未来の主役の予備的解説とテーゼの陳述を前渡しする表彰的ペデイモメンテでしかなかったとされる。次のような奇妙な宣言、すなわちもはやすでに序文の中にないと同時に、そこで始まるように見える分析的部分の中にもまだない次のようなパフォーマンスとはテキストの類別論トピカにおいてどこに位置づけられるべきか。最初の5つの物語は無益だったのではない。それらは私の作品の扉や建築の基礎、私の未来の主役の予備的解説だったもの。しかも私はカバンを閉じて相当の国へ向けて歩み出す前に、明瞭かつ正確な一般化を素早く素描することによって文学の真摯な愛好者たちに、私が追求しようと決心した目的を知らせる義務を自分自身に負っていたのだ。その結果、試験では今や私の作品の総合的な部分が完全となり十分に敷衍された。私が人間及びそれを想像したものと攻撃しようと企てたことをあなた方が知ったのはまさしくこの総合的な部分によってである。さじあたりまたもっと後でも、あなた方はこれ以上のことを知る必要はない。ラルタの考察の数々は私には余計なものに見える。というのも、そうした考察は今日という日の終わりにその最初の展開が目撃されることになるテーゼの陳述を、なるほど一層詳しくはあるが、同一の他の形で反復する以外のことはしないだろうから。以上の帰結として私の意図はこれから分析的部分を企てることにある。これは全く本当のことであって、だから私はつい先ほどあなた方が私の皮膚の感染の中に閉じ込められて、私の主張の誠実さを事情を心得た上で確認してほしいという熱烈な願いを表明したのだ。私の定理に含まれている立論は多数の証拠によって支えなければならないということは承知している。よろしい、そうした証拠は実在するし、あなた方もご存知の通り、私は真面目な理由もなしに人を攻撃する人間ではない。
私は大口を開けて笑う。こうしたことはすべて、またもや一つの序文の終わりで、黄昏時に生と死の間で起こる。そして最後の歌はまたもや、今日という日の終わりに立ち上るだろう。そしてそれは陳述されたテーゼの最初の展開となるだろう。分析と総合という二つの数学的証明様式の対立をもてあそぶために、それらに依拠しつつもロートレアモンは、それらの場所をパロディによって逆転させ、悪循環の拘束とトポスとデカルトのようにそれらと格闘することによって再び見出す。序述の総合様式である主題テーゼ結論についての言説である序文は、ここでいつものように発明されたものを分析するテキスト本文に先行している。すなわちそれ自身は実際には序文の前にあったのだが、読解不可能にとどまる恐れなしには自分自身を提示す、厳然化あるいは供述することができない分析的テキストに序文は先行している。とはいうものの、本文テキストを理解可能にしなければならない序文の方も、それが読まれるべく自らを与えることができるのは沼地の道。これらの暗い、毒に満ちたページの荒涼とした沼地を横切っていく険しい未開の道を実際に果てしなく横断した後になってである。序文が方法序説に、私学の序述に、形式の規則の対比、規則の相対になるのは、準備工程なしに自分自身を切り開き構築する道として実践された方法を風に踏破した後になってである。そこから十分に自然なものとは見えないだろう、条文の実作が生じる。いずれにせよ、それは単に抹消されたものには決してならないだろう。それどころか、序文は新たな小説のもう一つ別の序文の中で自らを再起動させるのだ。私は自分の言葉を引っ込めはしない。私は自分が目にしてしまっていることを物語るのだから、心理以外の野心を持たなければ、これらの言葉を正当化するのは難しくないだろう。今日、私は30ページばかりのささやかな小説をこしらえよう。この寸法はその後もほとんど不動のままだろう。私は自分の理論があれこれの文学形式によって受け入れられ、公認されるのを、早急にいつの日か目にしたいと望んでいる。そして私はいくつかの暗中模索の後、ついに自分の決定的処方を見出したと信じる。なんて話だ。それは小説だってんだから。この雑誌の序文は十分に自然なものとは見えないだろう仕方で叙述されている。それはこの序文がいわば読者の不意を打ち、読者がまずどこに連れて行かれようとしているのか、よくわからないという意味でそうなのだ。この注目すべき呆然実質という漢字、それは一般的には、書物や小雑誌を読んで時間を過ごす人々に感じさせないようにしなければならないものだ。しかし私はあらゆる努力をしてこの漢字を生み出したのだ。実際私のやる気にも関わらず、それをもっと少なくすることは私には不可能だった。あなた方がすすけた顔をした廃墟者の序文をもっとよく理解できるようになるのは、後になってようやく、すなわちいくつかの小説が現れてからだろう。本題に入る前に馬鹿げたことだと思う。開いたインク壺を、張り子材ではない何枚かの紙片を自分の元に置くことが必要であるとは。もしも私が間違えていれば誰も私の意見に気にすることはないだろう。そうすることで、私が今や遅しと生み出さんとしている多くの教えを含んだ詩編の連続を愛を持って、この第六の歌から始めることが可能となるだろう。呵責のない有益性を備えた劇的草案の数々、我らが主人公を築いた。洞窟に通い詰め、近寄ることのできない場所を隠れ家とすることで、自分は論理の規則を踏み越え、悪循環を犯すのだと。その後に証明、実演、デモンストレーションが続く。とある洞窟から私の愛する洞窟の奥、第一の歌から外に出ることで、マルドロールは変換を逃れるが、それはもはや真理の光の方へ向かってではなく、序文と主テキストとの境界がそこで混乱してしまう全く他なるトポロジーに従ってである。最初は毒を蔓延させ、四角形を構築しな、少し、石を分析し、マルドロールの歌の柱や格子、分岐や最高、横切りにしつつ、さらに模倣論の別名である、存在洞窟論の丸々全体をも転移させる。恐るべき潜在力、ピューサンスの謎である未明室を転移させるのではない。そうではなく、分身の論理を見誤る未明室についてのある解釈を、すなわち起源の大法、派生ではあれない反復、前夜なき二重性と他のところで名付けたものの一切の論理を見誤る未明室についてのある解釈を転移させるのである。鏡たち、影、反映、幻想、ファンタスム等々は、もはや存在論と洞窟の神話、やはりスクリーンと鏡を配置する神話だ、の構造の中に包含されるのではなく、その構造を全体として包み込み、国家思考に極めて限定された個別の効果を生み出すのだと想像してみてもらいたい。国家がその洞窟と線において描き出す階層秩序は、数たちの劇場において再び賭けに投じられているのだと言えるだろう。そのすべてを覆っているわけではないが、プラトン的景気は第四の表面に宿っている。三種の問い、私が書くとき、開いたインク壺を、そして、
ハリコ材ではない何万回の資品を自分の元に置くとき、あるいは私が書こうとするとき、私が書いたとき、しかもエクリチュールについて、エクリチュールに逆らって、エクリチュールの中でそうするとき、どんな時間、どんな空間、どんな構造に従って、何が起こるのか、出来事はどうなるのか、あるいはまた私が序文を書くとき、序文への賛否を書くとき、これは序文であるとか、序文でないとか書くとき、順伝たら喪失の署名なきこの実質、オートグラフィー、自動書記は、どんな具合になっているのか、そしてなぜこのパフォーマンスは指示なしで済ませることによって書くも多くの力を転移させるのか。振りの構造はここでいつものようにもう一人のひなりする。してみれば第6の歌は先行する歌たちを論証的な序文、司法方法論、教育的説明という括弧へと追いやることになるだろう。つまり先行する歌たちは生成的テキストに、すなわち実践的であると同時に、分析的でもあるテキストに属さないことになるだろう。だがこの図式はひっくり返しにもするのであって、同じタイムルに従って、全テキストとテキストとの対立を転移させる。テキストとそれを現実、レールという形ではみ出すように見えるものとの間を通る境界をこの図式は複雑にする。参照はテキスト概念の規則的な拡張、規制された概念によって、義味効果あるいは対象指示効果、事物の潜在性、実在、客観性、本質性、現実存在、感性的、ないし英知的な現伝性、一般等々の別の方を書き込み、形状学的な意味でのエクリチュールとその外、歴史、政治、経済、性といった外との別の関係を書き込む。第6の歌はようやく始まった実質的レール、分析的な発見のテキストとして、実質的研究のエクリチュールとして提示されるだけではない。それはまたある種のテキストから現実レールの中に出ることとしても自ら与えるのだ。この不法侵入工事だけ、すなわち自らの巣穴の外に、その一角の外に思い切って頭を出すことは第5の歌の終わりで、雲のシークエンスによって書かれている。我々はもはや語りの中にいるのではない。ああ、我々は今現実の中に達してしまったのだ。それは死の神宮であると同時に目覚めの神宮でもある。序文の境界が確定除去、デリミテされた場所。しかしながら語りの外への脱出は物語の隅に囲まれているのであり、この物語の一群において次の小説を予告しているのだ。書かれたものの外への突入のテキスト、あなた自身が言ってみるがいいは、第6の歌の終わりで、死の瞬間と目覚めの瞬間のそれぞれを互いを通して反復する、積むべき織物、巣のない雲に戻ろう。夜ごと眠りが最高の強度に達した時刻に一匹の大型種の年老いた雲が、部屋の角が交わる一隅の、皮膚の隅が交わる一隅の床に開いた穴からのろりと頭を出す。この原稿の夜が巨大な吸引の最後の上演、レプレザンタンシオンとなるように彼は期待する。彼と共に期待せよ。というのも、彼の唯一の願いがあるとしたら、それは死刑執行人が彼の実存に決着をつけることだからだ。死だ、さすれば彼は満足するだろう。あの大型種の年老いた雲を見よ。部屋の隅が交わる一隅の床に開いた穴からのろりと顔、頭を出している。我々はもはや語りの中にいるのではない。雲は自分の顎が大気の中で何かかすかなさざめきによってなおも揺り動かされるかどうか、注意深く耳を澄ます。ああ、我々は今や毒蜘蛛に関して現実の中へ達してしまったのだ。簡単譜をどの文句の終わりにも置くことができるだろうが、それはおそらく簡単譜を免れる理由にはならないのだ。書き取るように命じられたいかなる簡単をも引き書き起こすことなく、自分自身のエクリチュールを自動的に遂行する。そんな頑固で頭じっかしの点、ずっと後で虚勢の逆転した継承がそこに読み取られることになろう。そんな点である雲が、自らの巣穴の奥深くから外に出るとき、テキストは自分の穴の外に出て、その脅威をむき出しにする。すなわちそれは実質的レール、テキスト及びテキスト外の現実、レールへと一気に移行するのだ。歌たちの一般的折り目において、あなた方はここで一つの書かれたものを読んでいるのであり、こうしたことのすべては、自己を一つの折り物、テキストの中で生産しているのである。互いに異質な二つの外在性が契機し合い、交代し合っているように見えるが、それらは最後には表記の場全体を覆い尽くすに至る。一つの表題、タイトル、一つの書き出し、メイク、一つの前工場、プレテキスト、一つの序文、一つの本の方が、こうしたものの登場が初舞台、デビューをなすことは決してないだろう。そのような登場が際限なく散乱させられていたのだ。かくしてテキストたちの三角形、トライアングルがこじ開けられる。実質的、現実的、レールテキストが後に続く。最初の5つの歌全体はテキスト外である。現実に突入する出口である第6の歌は、さらにはポエジーもテキスト外である。あるのはただいくらかのテキスト、いくらかのテキスト外のみであって、全体として見てもテキストについての哲学的表彰、上演、ヌブルタンタンションの裏を書く、すなわちテキストとそれを超過するものという、紋切り型の対立の裏を書く、やむこととない序文があるのみなのだ。
三種の空間はただ複数的なもの、ル・プリュエ・プリュエルというものを沸き立たせるだけではない。以上、ル・プリュスの決定不可能な当時法の中に表記された終わり目的なき矛盾によって、この空間は自らを揺り動かすのだ。以上の決定不可能な当時法が実践的に探求されれば、実際にこれ以上に現実的なものは何もなかったという部分を我々が見直すきっかけが与えられるかもしれない。目覚めるとき、私のカミソリは首を横切って一つの通路を切り開きつつ、次のことを証明するだろう。実際にこれ以上に現実的なものは何もなかったということ。こうしたことはイデオロギー、すなわち普通現実、歴史経済、政治性等々の因果関係の場として参照される場の中への個々のテキスト、ここでは狭く領域的な意味でのテキストの特殊な記入の問題をどのようなやり方で練り上げ直すときにも不可欠なプロトコルである。事物に指示対象に現実に、さらには概念や意味の最終進級に、自らのテキストを関係づけていた素朴な明けは、理論の練り上げによって少なくともそうした区画整理にとどまっていられればだが、極めて慎重に中枢にされるが、少なくとも複雑にされなければならないだろう。安心を与えてくれる外部にエクリチュールを請求に接続しようとして、あるいは一切の関連論と手っ取り早く縁を切ろうとして、最近のあれこれの理論上の獲得物を無視するようなことがあれば、そのためになお一層間違いなく関連論へと後退することになるだろう。最近の理論上の獲得物とは次のようなものを指す。すなわち、あらゆる形の超越論的初期、シンフェに対する批判、エクリチュールのロゴス中心主義、表現主義的、模倣論的な概念と実践を司る全てである意味の効果や対象指示の効果を雑構築し、転移させ、従わせること。間テキスト性の操作、あるいは痕跡から痕跡への終わりなき回復から出発して、テキストの場を構築し直すこと。主題、実体、内容、完成的ないし、英知的厳然性といった効果を、それらが介在する可能性のある、至るところで、空撃化、エスパスマンの微分的、示唆的な場の中へ書き込み直すこと。さらに、関連論へのこうした交代は、今指摘したように、奇妙にも経験主義と形式主義という継承の中で、関連論とつるむことしかできない一切のものを賜っているのである。書物の再版の中で、第一の統一体から派生した分身であり、似姿イマージュであり、模造イミテーションであり、表現であり、表象である書物は、自らの起源、また模範、モデルを自身の外に持っている。すなわち、事物そのものを持っている。つまり、あるがままの現実、リアリティ、もしくは記述し書くものによって知覚され、体験され、思考されるがままの現実、リアリティという存在者規定を持っている。要するに、現存するプレザン、現実化、あるいは表象されたルプレザンテ、再現された現実化ということになるが、この二者択一自体が潜在する模範から発生したものである。書物の模範、模範としての書物は、現前プレザンスと再現前レプレザンタンシオン、表象との絶対的合致。有限な認識が反省する以前に、まず神の創造において算出されるような、そうした事物とその事物についての思考との真理、思い応質どうか、あるいは、アダエクワチを合致ではなかろうか。中世では神の書物である自然は、神の思考と言葉はすなわち話すと同時に自らが話すのを聞く真理であるロゴス。もろもろの原型の場にしてトポス・ノエトス、英知界、あるいはトポス・ウラニオス、天界への中継地でもあるロゴス。そうしたロゴスとしての神の語性、アンタントマンにかなった書き物だったろう。少々的、再現前的エクリチュールにして真実のエクリチュールであり、模範と自己自身とに合致しているエクリチュールである。自然は、秩序立てられた一個の全体、読まれるべく自己を与える意味を満載した一家の書物でもあった。この時の読まれるべくとは、語性アンタンドマンから語性へとの一つの言葉、パロール、話し言葉として開かれるアンタンドルべくという意味でなければならない。書物が神のロゴスを発する使命を追うとき、目を開くクローデルのである。この想起、この引用は序文の問いへと、序文というテクストの二重の書き込みないし、二重の文節の問いへと、もっぱら我々を再び導いているのでなければならない。二重の問いのは、すなわち一方では何らかのロゴスないし、論脈、存在真論や絶対値を代表し表彰する、ルプズ残譚、書物の中に序文のテキストが意味において包み込まれるという事態。しかし他方では序文のテキストの外部性が残酷、レスタンスするという事態。この外部性はテキストの客観的な厚みと混同されてはならない。この二重の事態があるからである。この想起はまた我々を趣旨としての序文の問いへと導き入れるのでなければならない。交差配列、キアスム、これを三種の主題的意図だと手っ取り早く見直すことも常に可能だろう。に従えば、序文は聖域である限りで、趣旨的再演として残用する。すなわち算出しつつ自分を証明させることがあると同時に、
父の崇高さの中へと最適合される。所有され直す、固有化され直すがままにもなりうる。自分の書いたものに付き添い、見惚れる父親、自分の息子の保証人になる父親、自分の種を支援し、引き止め、理想化し、災難化し、討議をすることに必死の父親。序文は書物の序文としての限りにおいては、そんな父親の言葉である。この場面はもしそんなことがあり得るならばであるが、父と息子の間でのみ演じられることになるだろう。すなわち自己受精、同族受精、再受精である。ナルシズムは法であり、法と一体となっている。プラトン的ポエティア、援助の不正的継承がなお舞台を占領するだろう。なお、すなわちプロレゴメナは道徳的神経として提示、厳然化され、言葉パロールに再び命を吹き込むにためにのみ書かれるだろう。こうしたプロレガメナにおいて、言葉は現在、現前、プレザンにおいて自己を宣言し表明する。しばしば序文は流派の声明文だった。主旨的再演の消去あるいは消化は書物外の残光が大いなる書物の存在神論的なものの中で内化され、飼いならされてしまう動きである。全面抵抗の視点、ここでは例えばマラルメの名がその表記となるは、同型意義の装いのもとで、事後に運び去られてしまうことが常にあり得る。これもまた古い名の案件、明治現象一般の案件、表記の偽の同一性の案件であって、三種はこの難問をその根幹において乱調させなければならない。マラルメがなおも書物という古い名で企てていたことは、例えばそれが現に存在しようと全く他のことだったろう。すなわち書物外だったろう。だがクローデルは後からやってきた。三種の戯れは予想されたことかもしれないが、しばしば彼を引用して嫉妬させる。そして三種が一語一語その記号を変えてしまっているだろうものの全てが以下に集められている。我々はあの運命的麻痺から、物質を前にした精神の打ちのめされたあの態度から、あの量の幻惑か、魅惑から脱出した我々は知っている。世界を支配するために我々が作られたのであって、我々を支配するために世界が作られたのではないと。太陽が天に帰ってきて我々はカーテンを引きちぎり、布団張りした家具や安物の置物やパラソの青白い胸像を窓から放った。我々は知っている。世界は実際一つのテクストであり、控えめではあるが、喜ばしげに、自らの不在について我々に語り、それだけではなく、他のあるもの、すなわち創造主の永遠の厳然についても語るのだ。ただ単にエクルチュールばかりでなく、書き手が単に死せる文字だけでなく、生ける精神が、そして魔術の書ではなく、真の万象を語ったお言葉があるのだ。神をエクルチュール、卓越したエクルチュール、神のエクルチュール、すなわち聖なるエクルチュール、聖書によって、我々は次のことを知っている。すなわち我々は被造物のある種の始まりであるということ。我々は万物が謎に包まれているのを鏡、まさしくイジチュールの鏡だ。の中に見るように目撃するということ。世界は内と外で書かれた書物。イジチュールがその模写を作り上げようと、その複写を作り上げようと努力していたあの書物であるということ。そして目に見える事象は目に見えない事象の認識へ我々を連れていくために作られてあるのだということ。したがって何という注意を持って我々は事象を単に眺めるだけでなく、研究し問いたださなければならないのか。そしてそのための多くの素晴らしい道具を使えるようにしてくれたことを哲学と科学に何と感謝しなければならないことか。無限に増やされた手段を用いて一方の手を書物の中の書物の上に、他方の手を天地万物に置きながら、12世紀の間もっぱら信仰と芸術の父たちの仕事であって偉大なる象徴研究を、我々が継続するのを阻むものはもはや何もない。してみれば有限な個々の書物は神の偉大な作品をモデルにした商品ということになり、それらは皆停止した詩弁であり、大いなる像を受信したささやかな鏡だしたということになるだろう。その理想形態は総合学の書、すなわちあらゆる書物をその内容において要約し、復唱し、聖女し、知識の円環を踏破する絶対値の書物となるだろう。しかし、真理は反省や神の自己関係においてすでに構成済みであるわけだから、真理は自分が明白だとすでに知っているわけだから、循環的な書物は教育的でもあるだろう。そしてそのような書物の序文は予備教育的であるだろう。人間と神との類比的統一である百科全書モデル、変換値モデルの権威は、様々な無縁な手段によって、複雑な媒介に従って作用を及ぼし得る。さらに言えば、それは模範モデルである批判的概念でさえある。このことはエキルチュールの実践、とりわけ文学的と言われるエキルチュールの実践において様々な勢力がこの模範モデルと無縁でいたり、あるいは対立したり、それを激しく危険にさらしたりすることと相入れないわけではない。様々に異なった互いに還元し得ない過程に従いながらもずっと以前からそうだったのだ。百科全書の企てといえば、それらは中世に明確に表明され、長い年月をかけて、ウリトル・ウィース、セネカ、ポセイドニオス等と準備されたものであり、従って神学的本質と出生を持っているのであって、たとえ
無神論者と称する数々の知性たちが大百科全書に参加したとしても、このことに変わりはない。この大百科全書は自らの根に関して著しく無知であり、意識を変えていたのだった。ヘーゲルは哲学の完成を宣言する。彼は絶対値の算出である論理学、大論理学を記している。それは二つの序文と、そこで前書きの無益さとその危険までもが語られる一つの序論に先立たれている。しかしそればかりでなく、ヘーゲルは知のあらゆる領域を統括する哲学的諸学のエンチクロペディにも書いている。事実上は部分でありながら、しかし第一の部分である論理学、小論理学は実質上は大論理学と同一であり、それゆえ小論理学は大論理学を百科全書的大著の秩序立てられたエクリチュールの中に書き込む。間違いなくこの百科全書円環地、アンシクロペディは、歴史においてなおもその名に値する最後のものである。哲学的百科全書は知の有機的かつ理性的な統一体であって、今日この題名で売られているもの、百科事典のごとき、さまざまな内容の経験的寄せ集めではない。3つの序文、2番目のものが特に重要なものとなった、で豊かになったヘーゲルのエンチククロペディは、我々に次のように今一度説明する序文で始まる。すなわち哲学は他の諸学が享受している利点、すなわち自らの対象が表象によって直接与えられているがゆえに対象を前提することができるばかりでなく、出発点及びその先で使用する認識方法をも前提することができるという利点を奪われていると。したがって哲学は自分自身の内部から自らの対象と方法と算出しなければならないと。そのような区別自体が哲学の成果であり、哲学の内部でしか位置づけられない哲学的認識行為である。それゆえ事前の説明は非哲学的説明でしかありえず、前提、確約、理屈の塊。言い換えればそれに反する主張も同程度の権利で対立し得る偶然的主張の塊に過ぎない。認識する前に認識しようと望むのは、水に飛び込む前に泳ぎ方を学ばねばならないと主張する教師の水眼なると教えと同じぐらい突飛なことである。事前の説明が百科全書の円環に絶対的に先行するならば、その説明は外部にとどまるのであり、何も説明しない。それは哲学的ではなく、極限すれば不可能にとどまる。反対に事前の説明が哲学的円環の中に巻き込まれているならば、それはもはや前置きの作業ではなく、方法の実際の運動と客観性の構造に属している。自分を生み自分自身を享受する概念は自らの序文を使用し自分自身に没頭する。百科全書イコール円環地は自らを出産する。概念の受胎、コンセプトコンセプション、概念化は自己受精なのだ。神学的な趣旨のこうした自己への回帰は自己自身の否定性と自己への司祭を内化する概念の性とは一種の必然性であるが、この必然性は趣旨の散乱を内に含み込み、理念の理になるように働かせることによって、それと同時にその散乱から一切の喪失を、一切の運任せの生産性を締め出すような必然性である。排除は内包である。このようにして抑圧される趣旨的再演とは対照的に、残す中心主義の円環の中で自己を自己に語る真理は、父に帰着するものの言説である。こうしたわけで、ヘーゲルが言説の生ける循環運動をエケルチュールの観点から問いただすことは決してない。例えば、序文が百科全書の論理の中で、イメロン的な仕方で使用されるまさにその時、その序文が構成するあのテキスト的残余の外部性、テキスト的残余の外部性を、さらにはその反復的自立性をヘーゲルは絶対に問わない。彼は序文をこの後の言わんするとするところに従って問題にする。すなわち、プロローグないし、プロレゴメナの言わんとすること、あらかじめ言うこと、前に言うこととして序文を問題にするのであり、その時、プロローグないし、プロレゴメナは、そのエピローグの最終幕から宿され、生き物のごとく布告されているのである。伝説において、ロゴスは自己のもとに留まり続ける。だが、それにもかかわらず、エクリチュール、ここではプログラム、前もって書かれたもの、処方、前もって書くこと、前工場、全テキストを概念の単なる経験上のクズと見なすことは禁じられるのであって、それはこのクズ、ここでクズというのは、それをクズの立場から引き上げて使用するためではなく、それを他の仕方で問うためである。が、言説の性全体と外縁を同じくしているからである。とりわけ、ここで外縁を同じくするということは、等価は重複物ということではない。少なくとも重複物の構造はもはや地面のものではない。ある種の外部性が重複物の構造において自らを反復し、執拗に立ち現れるのであり、その応印された全ての表記を、詩弁の三段論法の外で操るのである。ほとんど同一の狙いと効果を持って、ノバーリスは彼のエンチクロペディの中で、してみると、この作品が発本の状態で散乱するにとどまったということ、尖った趣旨の周りに引き裂かれるにとどまったということは無意味なことだろうか。
書かれた書物としての全体的書物という形式に問いての問いをはっきりと提出している。網羅的かつ分類的なエクリチュール、知を秩序づけ分類するホログラム、完全に書かれたものは文学的エクリチュールに席を譲るのだ。すべては百科全書化されなくてはならない。百科全書学とは断片、書簡、詩、厳密な学術研究、書物の破片それぞれは友人たちに検定されなければならない。といった複数の様式に即して書かれた。学問文書術、グラメール、学問文法のごときものとなろう。文字的なものも文学的なものも書簡的なものもその住処と生産領域をこのロマン主義的百科全書、書学を扱うゲーテ風のやり方、私の企てとの生物学的な身体の中に見出すだろう。というのも花粉の著者にとって書物の秩序は有機体論的であると同時に一覧表的でなければならず、配合的であると同時に分析的でなければならなかったからだ。発生上のプログラムあるいはテキスト上の条文の問題を避けて通ることはもはやできない。とはいえ、ノバリスが結局のところ、計算の割で種子を哲学のロゴス、スペルマテコス、精子的ロゴスという元の際に収めることがないというわけではない。彼がそうしてしまうとき、後書きと序文は聖書的契機に舞い戻ってしまっているだろう。すなわち、アプリよりに書も、乾物の中に包含され、その中で理解された契機になってしまっているだろう。次のように、題材の作品、名の作品、プランは題材の作品でもある。人は題材の作品から始めるのだろうか。表題プラン、題材の作品の間の関係、後書きの必然性、百科全書主義的、哲学の同伴病表はどのような構成なのだろうか。範疇表、フィフテの理論体系、二項論、マースの論理表、ベーコンの学問表等々がすでにその一部を成している。すなわち、諸々の一覧表が、地理学、地球構造学、鉱物学、年代学、数学、技術、科学、芸術、経済学、政治学、直流電気学、物理学、芸術、生理学、音楽、脳症学、古典学、統計学、文献学、文法学、心理学、文学、哲学等々の同伴表。食物に先行するプランはすでに何らかの方式で表である。アルファベット。作品は特殊な語彙集にして特殊な百科全書である。例えば大きな一覧表になった幾何学、算術、代数学など。およそ可能なすべての歴史、文学の芸術の、そして世界の歴史は、諸々の表の連載とまとめ上げられるのでなければならない。一覧表へとまとめ上げられる可能性が少なければ少ないほど、その書物の出来は悪い。文献学、序文は、表題は、メイクは、プランは、導入部は、中は、本文、テキストは、ホイ、一覧表などは、題材の作品はどのようなものでなくてはならないのか。そしてそれらはどのように秩序立てられ分類されるのか。プランは題材の作品の結合定式である。本文、テキストはその実行である。序文は詩的な幕開けである。あるいは製本や読者に向けられた証言である。メイクは音楽的主旋律だ。序文は書物の使用上の注意を。読解の哲学を提供する。表題は名である。二重の表題と説明的な副題。表題の歴史、イストワールは名の定義であり分類である。百科全書主義的、書評、文芸、実験と観察、読むこと、書くこと、等々についての批判的形事条約を私の書物は含んでいなければならない。歴史、イストワールがそれ自体が前もって書かれて規定されている。その展開、その不意の出来事、フレンドクサイモが、この音楽的乾物の一般低音もしくは作曲の理論でもある、この百科全書の調子を狂わせてはならないのだ。そしてこのエクリチュールの一般的組織の中で文学的なものもまた固有の指標と生まれを割り振られる。つまり聖書である。一覧表の空間としてばかりでなく、自分自身を説明する、いわゆる、すなわち自分の発生と領分と使用上の注意と残りなく報告しようという野心を持つ主旨的理性としての聖書である。三種もまた自分を説明する、外に広げる。装置は自らを説明する、外に広げるが、全く他の仕方によってである。主旨の一種性、絶対的外部性である主旨的再演は、自らをプログラムへと作り上げるが、そのプログラムは形式化できないものである。形式化できるいくつかの理由によってです、再演の掟行動、つまり再演の破裂の無限性は百科全書の円環における事故への厳然の飽和した形式を取らない。その無限性はこう言ってよければ、行動、掟の代表の耐えざる秩序に起因する。形式主義はもはや経験の豊かさの前に挫折するのではなく、ある一つの尻尾に直面して挫折するのだ。その尻尾が自分を噛むこと、堂々巡りをすることは共造的でも象徴的でもない。だがノバーリスの百科全書の未完成は、すなわち完成そのものの未完成は何を意味するのか、経験的な偶発事業か。私の書物は一冊の学問的な聖書、
現実的かつ理想的モデルとなり、あらゆる書物の絵画とならねばならない。文献学、まずは題材の作品とプランを作ること。次に本文、テキスト。次に序論と序文。次に表題。あるとあらゆる学問がただ一冊の書物を構成する。ある学問は題材の作品に属し、別のある学問はプランに属する。こんな具合である。聖書の記述がもともと私の企てである。もっと正確に言えば、聖書、バイブルの理論。書物、バイブルの芸術と自然の理論が私の企てである。書物を聖書の水準に高めるやり方。従前な完成に導かれた聖書は完璧な、よく整理された図書館である。聖書の図式は同時に図書館の図式でもある。神聖な図式、神聖な定式は同時に自分自身の発生、自分自身の用途等々を指示する。使用上の注意に説明書に添えられた一つ一つの対象の用途に関する完全な整理用カード。完璧に仕上げられた書物は講義を無用なものにする。書物とは一つの符表、音楽のそれのように、の上に書き込まれた、保管された自然である。最後の語、保管されたはノバリスによって強調されている。書物は一つの書表に書き込まれた自然である。自然と書簡本、ボリュームとの重なり合い。存在者の全体と百科全書テキストとの音楽的同一性。こうした命題は何よりも伝統的な隠喩、世界という大いなる書物を読むこと等々の旧来の事象へ舞い戻るように見える。しかしこの同一性は書のものではない。すなわち書物なき自然は何らかの仕方で不完全である。存在するものの全体が書き込みの全体と一体になるとしたら、それらが自然と聖書、存在と書物という別々の2つのものをなすことが理解できなくなるだろう。とりわけ両者の合算の可能性と両者の合説、コンジェンクションの場が理解できなくなるだろう。ケージ・コプラとしての S、書物は自然である。レ・リブレ・ S、ナ・ネ・ナチュール、ナチュールと接続し、コンジェンクションの絵のどちらかをここで選択しなければならないのではないか。そして述語による結合アクプルマンが可能であるためには、ある沈黙した合説が書物と自然とを接続して一つのまとまりカムとして考えることを可能にするのでなければならない。 S による結合の意味は完遂ということであって、すなわちエクリチュールが自然を反復するのではなく補完しにやってくる完遂的生産性であるということ。このことが意味するのは、自然はどこか不完全であるということ。自分がそうであるところのものであるための何かが自然には欠けているということ。自然は代表される必要があるということ、これである。自然が全体であるのだから代表される必要は自然のみに起こることである。書物は自然に付け加わるにやってくるが、接続詞の絵が示す加算的代表。この加算によって書物はまた自然を補完して自然の本質を完成させなければならない。啓示の絵が告げ知らせる補完的代理的代表。図書館の囲いは代表の論理、いやむしろ代表の処方という調子外で連結されて作動するのである。たとえ書物が自然の重複物であるとしても、そうした見せかけ、シミュラークルによる複製において自然に付け加える書物の出現とともに、学問や文学のテキストは始まるのだ。このテキストは、心的、論理的、百科全書的空間、すなわち、敷居なき、婚姻、諸女巻なき事故、受精の瞬間の中で常に構成済みの意味や真理を超過する。三種はミメーシスとしてのピュシスを揺さぶることによって、哲学を舞台に乗せ直し、上演し直し、哲学を書物の戯れの中に置き直す、作動させ直すのだ。もはや地によって導かれていないエクリチュールは大胆な超過を犯すが、それは即興に身を任せることではない。そのようなテキストを開く偶然、あるいは際の一振りは、テキストの形式上の配列の厳格な必然性と矛盾しない。その場合、戯れとは偶然と規則とのプログラムとその残余、余剰との一体性である。この戯れがもはや、この戯れがなおも文学や書物と呼ばれるとしても、それはこの同じ企ての否定的で無心論的な面、不十分ではあるが不可欠な転覆局面をその最終条項を露出させることによってのみだ。今この同じ企ては夢にまで見た成就であり、完遂された全焼である閉じた書物のその断面に身をはべらしている。以上はマレルムの書物のためのプログラム的脚注である。今やこの声明から早くも読者が知るべきは、この脚注が現在の論考の対象となるということである。自然の従前性とその自己同一性を認識すること、確かに存在するものしか存在しない。私たちはそれを知っているばかりが、そういう絶対的な公式の虜となっている。自然は起こるのだ。それに付け加わることはない。この問われ我々の状態、すなわち定式と絶対値にとらわれている状態に固執するなら、たとえ全体を完成させたり、全体をそれとして考えるためであったとしても、全体に付け加わるようなものは何も考えられなくなるだろう。そして自然という大いなる書物においてなおも全体の部分であるような、そんな模造ないし模倣的な写しですら考えられなくなるだろう。
しかし、このような絶対値の定式が思考の訴状に上り、問題にされるようになると、その時全体は自分よりも大きな部分によって動かされるようになる。これは三種がその理論を担う、中期、ルマルク、余白の書き込みの奇妙な引き算、ストラクションであって、この中期は全体を全体性効果という必然性イコール貧窮に接して、構成するのである。こうした条件において文学は書物から出る。マラレメの書物は書物の出である。マラレメの書物には、聖書の末章たる、聖書の末裔たる、この上なく明白な親子関係の特徴が間違いなく認められる。少なくともノバリスの聖書の青写真が認められる。しかしそれは肯定された見せかけと芝居がかった演出によって、中期の不法侵入によって聖書から出てきたのである。すなわち、マラレメの書物は帰還することなく永久に聖書を逃れるのであり、もはや聖書にその似姿、イマージを繰り返すことはないし、図書館の空間の中で安らぐ、有限で仕上がって西洋からた落ち着いた事物なのではもはやない。こうした事態のためにおよそどんな解読も二重化されざるを得ない。例えば、すでに多く出回っている次のような記章、メダルに関しても。つまるところ、お分かりでしょうが、世界は一冊の美しい書物で至るべき作られているのです。かつて人が大いなる作業、錬金術のかまどに火を入れるために家具や屋根の量を燃やしたように、私は錬金術師の忍耐強さでもって、あらゆる共栄と満足を捧げる覚悟で、常に他のことを夢見て、試みてきました。何をでしょうか。言い表すのは困難です。端的に言えば、多くの巻からなる一冊の書物です。あらかじめ熟慮された建築物のような書物と言えるような書物。偶然の思いつき、それがどんな素晴らしいものであれ、の寄せ集めでない書物。さらに踏み込んでこうも言いましょう。結局のところ、書物は一冊しか存在しないと確信している書物です。書いたものが誰であれ、たとえ天才たちであっても、我知らず試みている書物です。これは大地についてのオールフェイス的説明ですが、それこそ詩人の唯一の義務であり、優れて文学的な意味なのです。というのも、その時の非認証的で生き生きとした書物のリズムそのものは、ページ付けに至るまで、この夢すなわち、王道の方程式に平地されるのですから。このことが私に取り付いて離れないのです。そして私はうまくやれるかもしれません。けれども、うまくやれるとは言っても、それはこうした作品を全体において作り上げることができるというのではなく、そのためには私の知らない誰かでなければなりません。その仕上がって一辺を示すこと、その栄光なる神聖さを一個の場所を介してきらめかせることができるというにすぎません。残りの全体の主張では不十分なので、それを指し示すにとどまります。このような書物が実在するということ、そして自分が完成できないでいるだろうものを私が知ったということ、このことを作成した初断片によって証明すること、ベルリンにあって、1885年11月16日、同じ手紙や匿名の作業、自らが語り出す作者の声なくテキストとも名指している。さらには通りすがりではあるが、隅とベールの論理に従って、三種のありそうもない場の前奏曲となっている次の文章。思うに文学が芸術でもあり、学問でもあるその源泉において捉え直されるならば、我々はに一つの劇場を提供し、その劇場において展開される様々な上演はまさに現代の彩色となるでしょう。我々の最も美しい夢を満足させつつ人間を説明してくれる一冊の書物。こうしたことは全て自然の中に書かれているのだと思います。何も見ないことが利益になる者たちにだけ目を閉じさせておくような仕方で。そうした作品は実存するのです。誰もが知なしにこの作品を試みたのです。知らずのうちにこの作品の一表現を見つけなかったような天才あるいは道化はいません。このことを明らかに視覚のごとき詩である、あり得るもののベールの隅を少し持ち上げてみることは、孤立の中で私の喜びであり、私の責め苦です。私の責め苦、私の喜び、何も見ないための知なき書物の中で、知らずのうちに、一面的な解釈ならば自然、全体性における世界と書物、あらゆるエクリチュールを体部に閉じたもののとの統一を結論づけるかもしれない。この統一が与えられていないのであれば、ただそれを復元すればよいということになろう。論述の変換によって内化され、再統化された統一の目的論的プログラムは、序文の隔たりに錯覚の場所と備蓄の時間しか残さないだろう。あたかもまさしくこの場合、序文が先行的未来、全未来のたっぷりとした現前性の中に、またあなた方が後でその本当の定義を読んだことになるだろう、あの補助言説という業態の中に、穏やかに身を落ち着けることができるかのように。ところが序文は儀礼的な塊、プロトコレールな塊という姿で、至るところに存在するのであり、序文は書物よりも大きいのだ。文学は実践上全体の彼方を指し示す。すなわち補完あるいは代補されなくてはならない部分へと全体を変容させる。操作、オペラション、作品化、書き込みをも示す。何がしかの代補性は文学とともに著者の継承もがそこで消滅するような文学的戯れを開く。
そうです。文学があるのです。お望みならこう言ってもいいでしょう。すべてを除いてただそれだけかと。少なくとも文学の内容より上等な名では似つかわしくない可能性があるのです。この発言はノバーリスの百科全書的保管物の田川です。なるほど、一見したところ文学も自分自身を自分自身において本質上書いてはならない一個の前提のその内部にある欠如を穴を埋めようとするように見える。しかし文学はまた全体の除外、全面的例外でもあるのだ。すなわち全体の内部での除外、全体の内部における自己欠如であると同時に全体を除外すること、つまり全てを取り除いて他の何者もなしに、ただ一人だけで存在するもの、そういうものでもある。全体のうちでと同時にその外で全く他なるものを、すなわち全体とは共通の尺度を用いない他なるものを表記する部品、破片、器具なのである。このことによって文学が打ち切られる。全体の外には何もないのだから。文学は実存、外立、エグジストしない。全体の除外が、全体の外が、すなわち欠如なき引き算とってもいったものがあるのだから、文学は実存、外立、エグジストする。そして文学が、しかもそれだけが実存するのだから、全体は何でもなく、無が全てである。実際にこれ以上に現実的なものは何もなかった。この以上における無、余剰の無、この以下における以上は、存在するものの意味、それがたとえ多義的であれ、の秩序を、三種の回覧的な法へと開く。それは文学的実践のプロトコルから存在と意味の新たな問題圏に場を与える。全体の彼方、これはテクスの別名であり、存在論がどのような仕方でその存在者をその存在において、その厳然性において規定しようとも、およそ一切の存在論に抵抗するものとしてのテクスの別名である、は第一動員ではない。とはいえ、この彼方の空欄、空っぽだが書き込みのある欄は、の初効果は、体系の内部に刻印されており、彼方は、この体系の内側からの全体に虚構運動を印刷するのである。こうした彼方は、快楽と反復と、ある複合的な灰に従って実動させる。このレンジを通して何を読むべきだろうか。すなわち灰という表記を通して、あるいはマラルムの灰を通して、三種はそれの中で、すなわち快楽の灰の中で自らを生産する。この灰は本書の3つのテキストのそれぞれが有する2つの部分の間で起こる遮断において受け取られるべきものである。そしてまさにここにおいて、前工場、プレテキスト、テキスト以前は、遠ざけられて、エカルテ、カード化されている。しかし私は確信を持って言いますが、ここに何かが存在するのです。何かが、わずかばかりのものが。故にこう言いましょう。ある無がと、この無は実存するのです。たとえテキストに等しいものとして。確かに存在するものしか存在しない。私たちはそれを知っているばかりが、そういう絶対的な公式の虜となっている。けれども、ある前工場、プレテキスト、テキスト以前のもとに、誘惑の虜を直ちに遠ざけてしまえば、私たちの現行不一致をさらけ出し、私たちが手に入れたいと思っている喜びを否定することにもなる、ことになる。なぜならば、この彼方こそは、そういう喜びの動員なのだから。いや、原動力だと言えるかもしれぬ。虚構というものを従って、文学のメカニズムを人前で冒涜的にも分解して、こんなに空無が主要部品だと、冷々しく、麗々しくさらけ出すのを、もし私が嫌わなければ。しかし、情報で炸裂するものについての意識が、我々のところでは欠如しているということ、この意識上の欠如を人が一種の詐欺によって、何らかの禁じられた高み、稲妻の高みへと投影するそのやり方を私は敬うのです。それが何の役に立つというのか、一つの遊びにはなります。無なし、とりわけテキスト、はい、祭壇の中で指定され、遠ざけられた、エカルテ、カード化された我々が縁と発する快楽に匹敵する無なし。だがここでもはいは、この無の中に何か飲むべきものを残すわけではない。快楽がほとんど文学的と言って良い本質を持つとしたら、快楽はどこに場を持つのか。誘惑女性、プリム、予備的快楽、文学の形式的契機といったものが満たされるのは快楽の終わりになってでしかないが、そうだとしても教授とは、所詮誘惑の鎮急でしか、つまり他の何者でもないもの、他なる無を代表する、おまけ、プリムでしかないだろう。快楽は常に形式的であり、敷居的であろう。敷居、二面的だろう。ゼロだが終わりなし、維持されると同時に除去された抑圧。婚姻諸女膜、二面の、初期法グラフィック。これは、翻って全てのカップル、全ての概念対立。とりわけ、フロイトが今我々に差し出した全ての概念対立を問い詰める。意識上の欠如、常に一方の側へ傾きながらも、自身のシステムを受け入れ可能な不定の測り、バランス。すなわち、ここでは、名詞が形容詞に、動詞が名詞になり得るは、その上でやってくる。超過の欠如である、動が入場、アントルし、代補かつ、また補完である保証物が入場する。単に、死区は実存するのではないとしろ。
それは諸言語の結果に哲学的に報いるのであって、それは上級の保管物なのだ。熟考された区切り、クープ、灰の必要性、自由し、これについては繰り返す前、もしくは熟考された区切りを持つ短文とともに。おそらく外面的な刻印と、外面的な封印と終わりの一撃のために、ここで発想の一撃、キックオフを中断すること。定期的伐採、すなわち規則的に反復される点引き、暗罰あるいは下、下種罰。すなわち、輪文からその一部の木々を取り除き、足元に残る木々がつける種子が、自然と散出され地面に巻かれるようにする作業。また、受講罰、決定罰、区域罰も行われるだろう。ここで快楽によって、頭突きによって中断すること、この時序文は、自らの切れ目と継承の必然性を自らの形式と隠喩的表象力、この隠喩的表象力の序文のせいにするのは大変軽率だろう、の必然性を書き込む。一撃で一撃から準備されるべく残っているものを、前儀プロリュードなしに全作動させること、戯れに投じること、そうして次に自分自身でそこへ見に行くならば、人は何がしかの片隅に巻き込まれながら、金、書物の灰、書物外の切断の事態に運よく遭遇するかもしれない。